はい、えー、それではお時間になりましたので始めてまいります皆さん、えーこえー、っと初めましてこんにちはありがとうございますでは始めてまいります、えー、2021年新全日清語講座全体構造編の第1回目全、えー、前半の講義を担当根本の方で始めてまいります、えー、本日より185回の講義始めてまいります私は皆さんを受からせるのノウハウをいっぱいしています皆さんに必要なただ一つですとにかく来年受かってやると その意気込みです。ぜひそれを最後まで切らさずに。教室に来てください。では、ちょっとまずここの講座に何をするか、軽く説明していきたいと思います。こちらテキストの方があると思います。こちらの方の、ちょっとパラパラめくってもらって、目次を出していただけるでしょうか。 全体構造講座というものが各科目の冒頭で行われておきます。で、メインになるのは、この第3編、メインになるのは第3編、こちらになります。第3編で、試験科目の基礎知識、試験科目の基礎知識を学んでいく、ここがメインになっていきます。もしよければペンなどで丸をつけてやってください。この中で特に扱っていくのが、1、1章、2章、7章、8章、1、2、7、8になります。 後で説明します。この試験の心臓科目が、第一章の民法という科目です。心臓。ここがやられれば、全部終わってしまいます。一番のメインは、この民法の基本。民法の基本をやっていく。これが一番のメインだと思ってください。で、この全体構造が終わると、民法を本格的に勉強していくんですが、 ただ、民法を勉強するのに、民法だけでは足りないんです。278って丸つけてもらいましたよね。民法を学習するのに、この見た科目、2章、7章、8章の科目の知識がどうしても必要になってしまうんですよ。なんで民法の基本をしっかりやって、民法の関連する法令を見た上で、その上で、 え実際4月から民法を1個ずつしっかりやっていくというスタンスを取っていきます。えー、使わない章についてはまたお湯を使っていきます。ですのでテキストの方はすべて終わってもまだ廃棄、普通はしないと思いますけどね。あの廃棄せずにあのお手元の方で持っておいてください。で、次に使用する教材についてですが、本日はこちらの全体構造テキストだけで結構です。 で、次回からできれば六本も用意していただけると、次回からできれば六本もね、用意していただけると助かります。で、六本についてなんですが、テキストちょっと二十五ページまでいっちゃってもらっていいですか、二十五までいってもらっていいでしょうか。 25ページの方に載っています。6法の種類という、なんか表があると思うんです。そこに1、2、3、4、5、6、7と書いてあって、司法書士受験生が大抵使っているという6法がそこに載っております。で、6法全部が全部実は同じではないんです。例えば左から3つ目。不動産等規則、商業等規則、え、あとは教託規則。これは、 司法書士専門のルールなので、普通の六法では、まず乗ってないんです。司法書士しか使わないんですよ。だから、乗っている六法と乗っていない六法があると思うんです。乗っている六法と乗っていない六法があると思うんです。また、その横に、判例って書いてあって、 この裁判所の見解なんですが、裁判所の見解も、乗っている六本もあれば、全く乗ってないものもある。また、すごく詳しく乗っている。二重丸ってあると思うんですけどね。二重丸が一番上かなになってますが、すごく詳しく乗っているというものもあるんです。で、横に、一番横に、登記宣令っていうのがありますが、これがね、法務省の見解。 法務省の見解なんです。法務省が役所役人に対して、ね、出してるね、まあ通達、お達しなんですが、通達、お達しなんですが、これも試験では使うんですよ。ただ、これも載っているものと、まあちょっと載ってるよっていうものもあれば、全くないよっていうのがあります。 とということで六方っていろいろものがありますので、ぜひこちらはあのどれにするかを是非、ね、ぜひ今日、本屋さん、今日、明日次の講義までね本屋さんなどでねちょっと自分の手に取ってみてほしいんですね。あのー、一番はねフィーリングです。あの手に取ってみてねあのワクワクするか、あのそれによって変わりますあ。ちなみに六方って字の大きさ違うんですよ。全部字の大きさが全然違うんですね。あと紙質も違うんですよ。 なので、そういったものを使って、どれが一番合ってるのかっていうのをね、ぜひ、あの、見てほしいんですね。なので、大抵、多分ね、7番以外は大抵の本屋さんであります。7番以外はね、大抵の本屋さんであります。なので、あの、ぜひ、それ、ご自身の方で、ぜひ選んでみてください。ただばブレイクテキスト二25ページ6本をね、紹介しております。と、まあ、このように言っても、毎年言われるのは、 じゃあ、どれがいいと。いや、どれでもいいって、でもね、じゃあ、どれがいいと。って言われるので、え、言うのが、2か5です。2か5。丸二か丸五がおすすめします。あの、やっぱり思うのはね、全部揃ってる方がいいんじゃないかと。でやっぱ人間思うんですよ。で、そう思うと、7番選びたくなるんです。7番。あの、ちなみにこれ7番、これ全部が載ってるじゃないですか。 乗ってるからどうなるかっていうとこちら見てもらいますこんぐらいの重さなんですよ私の顔も少し大きいんですけどそれと比べても結構なボリューム感がありますお値段が当時5600円5600円ですよでしかもです買うじゃないですか1 20分の1も使わない1 20分の1も使わない でね、これ、受験用ではなくて、本当に仕事用なんですよ。なんで、使わない法令がすごく多いんです。ってことを考えると、あのね、止めはしません。止めはしないんですが、7番はちょっとね、買っても無駄が多いなと。25ページ見ております。25ページね。7番はちょっとね、使うところはちょっともったいない感じがします。一方、えっと、2番かなえっと、2番が、今、こちら。 また画面の方というか顔の方に出しますと2番これぐらいこんな感じです。って感じでこれで1900円,19円でここでも使うのが1 20分の1ぐらい多分この重いやつ買っても多分知識よりもね腕力が先つきます。 なので、買うとしてもこっちかなって感じがするんです。で、あのもしなんですけどあの、スマートフォンかなんかをちゃんと駆使できる方であれば、私はもう携帯にスマホのアプリでもいいと思ってるんです。というのが、あの実を言いますとね、この6本に載ってる内容ってテキストに反映してるんですよ。で、ぶっちゃけ言うと、最後ね、 6法を使う勉強をするかかしないかってすすごい変わってくるんで6法で頭に入れていくって勉強方法もあるしテキストをメインでやってたまにしか6法を引かないっていうやり方もあるんですでこれって来年のね1月2月ぐらいにならないと分かんないんですどっちが向いてるかってなんで今ねいい6法を選ぶというよりも今はもう本当に探すだけという形で6法にしてしまってであとはね 本格的に来年の1月2月になった時にね、いい六法にするのか、それでもね、もう今のままの六法にするか、もしくはスマホで終わりにしちゃうか、でいいと思うんですよ。ちなみに比率で言うと、六法使う比率は、10人いたら1人いるかいないか。本当そんなもの。ちなみに多分、これでも1900なんですよね。多分スマホのアプリで、 多分ねもう無料のやつだけでいったら、まずインターネットだけだったら無料で見れますよね。ただ、無料のやつだと検索にかかっちゃうんですよ。あのー、有料のアプリとかだったら、条文番号を入力するだけで、条文がポンと出てくるようになってます。ってなると、有料のアプリの方が検索しやすいんですよね。で、あの、どのアプリがいいか、さすがにちょっとそれがわからないので、ね、やるとしても、その民法のアプリがいいんじゃないかと思うんですが、ただ、そのアプリを買う場合は、必ず新しい民法かどうか見てください。 古い民法だともったいないことになっちゃいます。古い民法のものを買ってしまうともったいないと思います。ってことを他のクラスで言ったら言われたの、どうすりゃいいんですか私も判断できませんと。じゃあ判断できない方は安い六法判断できない方はね、安い六法にしてください。これが一番ね、楽だと思います。で、あのー、それでなおかつちょっとね、やっぱこれでも重いよという方もいらっしゃると思うんでね。例えば、この六法を買ってもらって、このね、実は民法って部分だけ、そこだけ探してもらって、あのー、切ってしまってもいいと思うんですよ。 切ってしまうと、ね、すっごい薄くなりますそういう形でも構わないと思いますいきなり始めてこの辺な話ばっかりし申し訳ないですけどねもしねあの切られる方はあの、ね、表紙つけた方がいいですあの六方ってすごい紙質が薄いんですよなのでこのままむき出しで持ち歩くとすぐ紙がクシャクシャってなっちゃうんですなんでもしね切り取って持ってくる場合はもうなんか背拍子かなんかねつけてあのまあ、ぐちゃぐちゃとならないようにぜひしてください といったところで、ね、えっと、次回からは、テキストと、あと六本、もしくは六本に該当するアプリ。これを必ず持ってくるようにしてください。はい、ではね、これから内容の方に。 入っていこうと思うんですが、えっと、本格的な講義は15ページから、本格的な講義は15ページからだと思ってください。15ページまでは前振り、15ページまでは前振りで、そこまではね、15ページから本格的になると思ってください。で、内容語に入る前に、えっと、3つほどお願い事があります。 えっとちょっとまず先にお願い事の前にあのこのクラスというものには黒板というものがありません、えっと、黒板に代わるものがこちらの機械になります、えっと、こちらの機械はこう手が動きますよねあのここ私がここに書いているものもしくは出したものが画面に出るようになっていますなのでここに画面に出しているものが黒板代わりだと思ってくださいここに出しているものは黒板代わりだと思ってください で、あの、初めのうちは特に書くことは特にありません。この途、えっと、中途中なんてね、ちょっと書いてくださいって言ったりしますので、そうしたらね、ぜひここに載っているもの、黒板だと思って書いていってください。ということで、ちょっとお願い事3つほど。えっと、1つ目なんですが、ちょっと食事の方は、あの、講義中の食事の方はお控えください。あの、音、もしくは、えっと、匂いなどで他の方に迷惑になってしまうというところがあるからです。ただ、あの、音とか匂いで迷惑にならないのであれば、お茶、えー、ジュース、 等についてはぜひお飲みください。あの、やはり何か物を飲んだ方がリフレッシュできますので、ぜひそれは講義前か何かに買っていただいて、えそちらの方でぜひ講義中にお飲みになってください。そこは全然気にせずにお飲みください。ただ、あの、本校によって、あの、自動販売機がある本校とない本校がありますので、その点はご了承ください。ちなみに渋谷駅間本校は、えこちらの方は、えー、自動販売機はございません。次、携帯電話の使用なんですが、こちら通話についてはできるだけ避けてください。 でただあの、携帯電話といっても、例えばどうしても緊急に連絡が来そうだとか、いうのがね、もう分かっているというのであれば、もうそれはね、あのもう、あできたなと思ったら、ちょっと教室の方に、ちょっと後ろの方に出てしまってえ、通話の方をしてください。中の方で通話だけは避けていただければと思います。あともう一個、質問なんですが、あの講義中については申し上げません。え質問の方はお控えくださいあの。こちらの方、生講義の方が収録をしています。 なので、あの昔やってしまったら、私の声は入るんです。マイクに乗って,乗ってから。でも皆さんの質問している声はマイクに入らないので、あの通信の受講生から何をやっているかわからないと。といった、ねえー、まあお,ことお,お言葉を受けましたので、えーちょっと、質問については休憩中、もしくは講義後、どういうタイミングでできるかまた言いますので、その時にやって、まあえー、慌ててください。よいしょ。ということで。 じゃあ、これぐらいにしまして、じゃあね、えっ、ー、と、テキストの方を頭から見ていきますと、まずは、ページの方でいうと、3ページを見てください。第1章、司法書士の業務内容。司法書士、どんなお仕事をしているのか、という部分です、えー。4節ほどありまして、まず第1節、登記業務というふうに書いています。 冒頭見ますと、不動産あるところ、登記ありというふうに書いてあります。この登記業務、5回招かなくても、えー、5回招いても言ってしまえば、不動産の名義変更の仕事です。登記業務、不動産の名義変更の業務と思ってください。で、不動産の所有者が変わった場合、 の名義の変更っていうのは、自分自身でもできるんです。自分自身、買った人手、権利を手にした人自身でもできるんですが、代わりに行ってあげる。使用書士が代わりに行うと。じゃあ、この自分自身でできると言って、じゃあ、それ簡単にできるのかっていうと、これ、いろいろ書類などがね、 今インターネット上に出ていますがなかなか自分一人でやるのは難しいところがありますまた仮にね自分でやろうとした場合銀行はローンを絶対組んでくれません自分で投機するなんて言ったらね絶対銀行はお金貸してくれませんこれやらなかったらどうなるかっていうと下手すると痛い目にあることもあります やらないせいで、名義変更しないせいで、痛い目合うこともあります。ってことで、やらないと、ご自身でやらないと、痛い目に合うってこともあるし、ご自身でやるとかなんか言ったら、これね、銀行はまずお金を貸してくれないと。ってことで、このメイン業務が、この不動産の名義変更です。で、10人司法書士がいて、 この業務をやってない司法書士って、ま、ゼロとは言いません。ゼロとは言いませんが、ほとんどの人がやってます。この業務をやってない人の方が珍しいぐらいです。はい。で、ちなみにあの名義の変更って、どういうとき起きるかって言ったら、別に想像通りですよ。あの、売ったり買ったりとか。 あと、父さん死んじゃって子供が引き継いだとか、いうことがあると思うんです。これって日本全国でありますかねあ、頻繁にありますかねい例えばあの、不動産の売り買いって言ったら、やっぱ都心の方が売り買いが多くて、まあ地方はそんなに売り買いはないと思うんです。じゃあね、相続はどうでしょう都心の方が死にやすいでしょうか地方はあんま死なないでしょう地方も死にますよね なので、これって名義変更って日本全国で起きるんです。ちょっと見てほしいものがあるんです。ちょっとこちらの方ですが、これ何かというと、全国1756市区町村で、弁護士がいる地域、書士がいる地域のね、分布図、あのね、パーセンテージなんですよ。 これ、弁護士って全体の市の33%にしかいないんです。30上の方ね、上の方ね。一方、司法書士って77.3%いるんですよ。これって、やはり弁護士さんの仕事って、まあ、言い方悪いんだけど、お金を持っている方を中心にした、まあ、業務が多いんですね。ってなると、やっぱり都心部にどうしても集中しちゃうんですよ。 一方、司法書士の業務っていうのは不動産があれば仕事があるということで全国各地にありますちなみにこの表ですが、えっと、10年前が62%ぐらいだったかな77じゃなくて62%ぐらいだったと思うんですどん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 増えてるんですねちなみに弁護士さん数増やしてもパーセンテージ増えないんですよでみんな年にいっちゃうんです それだけこの仕事っていうのは全国各地に需要があるんだと思ってください。一番下、4行をちょっと読んでいきましょう。一定の登記事項は必ず登記しなければならないと法律で義務付けられているのですが、登記手続きは複雑な上、もし手続きを間違えてしまうと財産を失う恐れもあります。詳しくは4回目に説明します。 そこで、依頼者の権利が守られるよう、登記手続きのプロとして、司法書士が登記手続きを行うのですと。これがメイン業務の一つ、名義変更の仕事ね。名義変更の仕事。じゃあ、ページをめくりましょう。えー、っと、4ページ以降です。 じゃ次は4ページ。訴訟業務。簡易裁判所訴訟代理権によって新たに職域が広がった分野です。平成15年4月より司法書士も簡易裁判所民事権においては弁護士と同様法廷に立つことも可能となりました。弁護士と、そこに載ってる弁護士と同様法廷に立つことが可能と。 となっているんですが、注意点が2つあります。弁護士と同じ弁護活動ができるんですが、1つは、2行目の真ん中、簡易裁判所と書いている点です。簡易裁判所と書いている点です。え、金額入れておいてください。140万なんです。 140万、簡易、簡易版書140万までの事件ですこれ、かなり多いです、あの皆さんは誰かにお金貸すとしたらいくらぐらい貸すとか、借りると考えます2000万、あそうなんですか、あすみません、じゃ本当にすみません、いや、普通、だとば30万とか20万とか、100万とかぐらいだと思うんですね、本当にそれぐらいの、民間の普通の貸し借りの金額ぐらいなんですね。 事件数はかなり多いんですよ。ちなみに、ちょっとまたグラフをお見せしたいんですが、これ何かっていうと、簡易裁判所で代理、弁護活動をするのをつけた場合、弁護士と所信どれぐらいですかと言った比率なんです。半々、約半々ぐらい。 だと思うんですね。これ27年の数字になりますが、こちら弁護士、所持、これぐらいのパーセンティージになってます。別に弁護士さんの方が強いとか、そんなことは絶対ありませんからね。その点も誤解ないよ。はい。ということで、まず一つ気をつけてほしいのは、簡易裁判所ってことが一つ。で、もう一個、ちょっと気をつけるのは、二行目真ん中あんなたり。民事事件という字です。民事事件という字です。 刑事が入っていません。刑事は入っていません。犯罪関係は射程外へ。犯罪はこちら射程外になっています。 はい。この2点だけ気をつけてください。え、これは簡易裁判数限定されているし、なおかつ刑事事件がないんだってこと。この2点です。はい。で、一番最後の5行を見ていきますと、司法書士に訴訟代理権が認められた平成15年に、関西の受診事件数が大きく増加し、その後も増え続けています。 つまり、使用書士が原告側代理人となった事件は、今では弁護士のそれに迫る勢いになっています。経済的弱者への権利擁護など、市民の権利保護に使用書士が果たすべき役割は大きく、関西代理権を得て、さらに活躍が期待されています。実はこの部分、最後2行なんですがと、先ほど見たパーセンテージの話にも繋がっていくんです。分布。弁護士さんがいない市区町村、すごく多いんですよね。 そういうところで司法処置というのがその部分の救済として大きく活躍していますでは、それぐらいにしましょうかじゃあ、右のページに行きましょうか。 青年貢献業務。成年貢献業務は平成12年4月にスタートしたもので、認知症や知的障害、さらに精神障害などの理由で、財産管理や契約締結が難しい人を保護し、支援、サポートする制度です。まず誤解内容をここもお願いしたいのは、これは認知症の方の介護の仕事ではないってこと。 介護の仕事ではないってことなんです。これね、イメージは財産管理をする。そういう方の財産を守ってあげる。というお仕事なんです。財産を守ってあげる。まあ、毎年ちょっとこの時になると、一番初めのことの発端になる事件を、ね、ご説明しています。あのー ちょっと場所は忘れてしまいましたが、うん、老夫婦でお住まいになっている一軒家の家に、まあ、あるリフォーム会社の方が行きました「おじいさん家の不便ありますか?」「いや特にはないよ」「屋根裏見ていいですか?」「多い,いよ」「屋根裏上がったんです」「何も問題なかったんですよ」「そこでねそのリフォーム業者は1つ木を切り取っちゃって持っていって「おじいさんこれ切,切れてますよまずいですよ」と。 地下見ていいですかとああいうよとえ地下見に行って何もないんですそこで持ってきたシロアリを見せるんですあこれもこんなにいたら大変なことになりますよと当時後から調べるとそのおじいさんおばあさん軽い認知症になっていたとうことなんですでも結局本書にね言われるままに5六百6 0 0万なのかなとんでもないリフォーム契約結ばされて 払えずにご夫婦ともに自殺したとそういった事件がありましたそれがこの制度元一番初に作った発端、まあ、だったんじゃないかと言われています司法書士がそういう方のある意味壁になるんです壁おじいさんがいて壁になるんですよ私関与しないと契約させないよと 私を関与させないと契約させないよとそのおじいさんの壁となってあげて変な契約かどうかをチェックする場合によってはその人がやんなければ契約はできないというふうにしてそのおじいさんの財産を守ってあげると。 はい、このに財産を守ってあげるお仕事これがこの成年後見業務というものですでまあやってる人に言わせるとね一番の敵は誰ですかって聞いたんですご家族だそうですおじいさんがいて息子さんとかいるじゃないですかこれね業務が始まるとおじいさんの預金とかいろんな書類全部使用書士が預かるんですよ もう家族を狙っていたんですね、その預金とか、その、ね、家族側から、ねまあ、嫌がらせとは言いませんよ、なんかチェンなちょっかいが、ね、よく来ると言ったりもします。また、ね、講義の方でまた説明をしますが、実は、ね、家族の方がこういったお仕事をすることも多いんですよ、ただ、ね、家族をやったケース、多くが家族の横領が発覚するんです。 ちょっと脱線が多くなりましたねすみません。っていうことなのでこちら介護のお仕事ではない財産を守ってあげる仕事なんだとはいよろしいでしょうかじゃあね次の3行も読んでおきましょう具体的には預貯金の管理払い戻し不動産や重要財産の処分 遺産分割協議など財産の管理や、本人が誤って提起した場合の契約の取り消し権の行使なども行います。認知症、知的障害、精神障害などの理由で不動産預貯金など財産管理などが難しい方、自分の不自由な契約であってよく判断ができずに契約を結んでしまう方などえ、判断能力の不十分な方を保護し、支援する制度で2000年4月1日からスタートしましたと書いてあります。 いうことで、この3つが大きな業務と思ってください。今見た3、4、5が大きな業務。3がほとんどのメイン、え、3ページ三、ね、ページのがメイン業務。で、4と5はね、やっている人もいる、いないぐらいの感覚です。3ページはね、皆さんがやっている。4と5はね、やっている人もいらっしゃるという感じになります。6ページ続けてみてください。 え、第4節え、その他と書いてあります。他にもいろんな業務がありますよと。で、カッコ1。遺言、相続に関する業務と。で、これ、細かい字はいっぱい載ってますんで、無理は読まなくて結構です。あの、相続手続きのワンストップサービスです。相続手続きを全部やってあげると。 あの、一度誰かのね、相続やるとわかるんですが、とにかくやることが多すぎるんですよ。あの、不動産を持っていればその名義変更も,もちろんですが、預貯金などの変更とか、引き落としのストップだとか、カードを何だとか、あとは戸籍を何だとか、いろんなものが必要になってくる。で、その手続き取るときに、戸籍をあっちから持ってきたり、こっちから持ってきたりとか、いろんなことをやる必要があります。 もう下手すると、その人ね、そのお子さんの一週間、下手したら一ヶ月、潰れてしまうんですね。で、そういったものを全部やりますよと。で、そこからだん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 広がっていって、今は、財産管理全般、財産管理全般をやっている人も多いんです。認知症関係なくね。認知症関係なく、 もうねじゃああなたにある程度財産ねちょっと守ってもらいたいんでこれ頼みますよっていうふうに預かるって方も多くなってますちょっと早くてごめんなさい次は括弧にえ企業法務というところですが本当にこれ名前通りなんですけどあのね、事務所に行かない独立もしない企業に勤めながら 司法書士の知識を使って仕事をする。司法書士の知識を使ってお仕事をする。あの、年代でいうと、20代から30代半ばの方はけ結構と言ったら言い過ぎなんですけど、私の知ってる人だけでも相当なそ、そこそこの数いますね。あの、主にね、外資系と、あとは本当に上場してる企業なんでしょうか。今言葉わかんなかったら無視してね。 会社って一年に一回株主総会っていうのを開いたりとか、いろんな手続きを取ったりするんですが、そういった知識を受験の時にすっごいやるんですよ。手続き面だけで言うとね、弁護士さんの試験より細かいことをやるんです。だから受かった後にね、そういう知識面が評価されて、そういったことをね、仕事して行うっていう人もいらっしゃるんですね。 で、次は、カッコさん。障害業務。え、この障害って何かっていうと、その後に一、ね、行ありますが、外国人っていう字が載ってるじゃないでしょうか。外国人。外国人関連のお仕事です。これも、え、数としてはやっぱり多く増えています。で、ちょっと前々特に多くなってるのが、中国人の方が、日本の不動産を買うことなんです。 ちょっと今ね、ちょっと、ちょっとした、あのあ、病気のせいで少し減ってるのかもしれませんけど、ちょっと前まですごいんですよ。というのが、その国って、実は土地の所有権って買えないんです。共産主義。で、日本は土地の権利が買えるということで、特にその富裕層の方が多く買うんですね。それとか、日本に会社を立ち上げるとか、いうことも多く行われてます。あの、もし今、外国語ができる方、 めっちゃくちゃ有利です。受かった後。逆にね、受かった後に外国語をね、もう勉強したっていう人もいるぐらいなんですね。なんで、ぜひ外国ができる方、もしくはご興味ある方ね、合格した後に、障害って方向もぜひ考えてみてください。 ということで、まあ、これが司法書士の業務の,、まあそのメインどころと派生どころという話になります。うん、ちょっと書いてる人もいますので、少し雑談しますと、私が初めて勉強したときなんかね、こんなにありませんでした。司法書士の業務、登記です。終わり。次行きましょうと。本当にそれで終わりでしたで。それが本当にこんなに増えると思いませんでした。じゃあね、次は試験の話に行きたいと思います。 いけそうでしょうか右のページかな7ページあたりになります第二章司法書士試験第一節試験の特性司法書士試験は実務科登用試験と言われます他の来選試験と異なり実務の現場で要求される知識がそのまま試験問題として出される割合が高いのが特徴ですこれは特徴でもあり特徴でもあります つまり、目立つ点でもあり、優れ点でもあるのです。受験勉強で身につけた知識を現場ですぐ使うことができます。他の資格と比較しても、独立までの実務経験は少なくて済みます。勉強は仕事を覚えることが特徴で、独立会議が容易であるというのが特徴です。繰り返しになります。上から2行目。 実務の現場で要求される試験が、そのまま試験問題として出される。上から2行目とかね、実務の現場で要求される試験がそのまま試験問題出される。実は非常に珍しいんです、これ。税日産の試験って、税務申告のお仕事なんですが、税務申告、試験で出ません。行政書士さん。 書類作成業ですが、書類作成、試験で出ません。便利さんも同じ。この試験、実際の仕事が試験出ます。仕事内容が試験出るんです。仕事内容が試験出ます。ちょっとこれ派生させますね。あの、もともとどういうことかっていうと、 受かった受かるとね、すぐ手続き取っちゃえば、1か月後に司法書士登録できるんです。もう一回ね、合格する、1か月すると、まあ、手続き面ね、手続きで登録申請をして、1か月ぐらいですぐ司法書士になれるんです。研修はあるんだけど、必須じゃないんですよ。研修が必須じゃないんです。だから、受かって仕事ができるから、どんな人を受からせるかと。 仕事ができる人なんです。仕事ができる人を受からせるんです。なので、ここに載ってるところも繰り返しになりますが、仕事内容が試験に出る結果、受かってすぐ独立する人が多いんです。あの、即読っていう業界用語があります。即読。あの、早く読むじゃなくて、即独立の読。即独立。 あのー、感覚でいうと受かった方の1割から10%から5%かな10%から5%の方はすぐ最近開業しちゃいますというのも、あのー、これ試験で勉強したことがそのまま仕事で使えるあとねまた後々言いますが開業資金が低いんですよ開業資金がせいぜいいってしまうとあのパソコンと w i f i 関係 あとちょっと事務所のところぐらいかな。で済むので開業資金も低いんです。ってことですぐ独立する人もいるぐらい試験っていうのは実務のことが出てくると。じゃあねちょっとそれをもう少し細かく見ましょうか。9ページ以降にいってください。8ページ、9ページ、まず右の9ページの方を使っていきます。 でそちらの方に使用書士試験のスケジュールというのは図がありますのでそれを使って試験制度を説明していこうと思いますもしよければなんですがちちょっとこちら画面の方に入れますので書いちゃってください。こちら上の方でで結構です。形式2回、実質1回の一発勝負とどちらでも結構です。9ページとか余白のところに、ね、ぜひ入れてみてください。 パッと見た感じいらっしゃらないんですがあの何か別個にノートを持ってきてノートに書くということはしない方がいいと思いますあのもうどんどんねテキストにどんどん書いてください何か別個にノートを作ってそこに書き写すという勉強ではなくぜひどんどんテキストに入れてくださいテキストはできるだけ右端とか下の方とか余白がいっぱいありますなのでぜひこの余白の部分にねどん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 書いてください。 で試験は、形式上2回あります。で、この2回というのは、2回チャンスがある、2回チャンスがある、ではないんです。2回関門がある、2つ関門があるってことなんです。ただ、2つ関門があるんだけど、一発目で終わりです。一発目で終わりです。 ちょっとこれ、あの、上から見ましょうか。司法書試験のスケジュール。上から2段目。7月ってところを見てください。丸つけてま丸かなんかつけてもらっていいですかね。筆記試験ってところです。7月、筆記試験。これはペーパー試験です。ペーパー試験。で、これをパスするとね、これをクリアすると、次の段。 9月10月の右の方を見てもらえる ?9 月10月の右の方を見てもらって、口実試験というのがあります。これを丸つけてもらっていい実試験というの。こちらも丸つけてもらっていいですかね。筆記試験をパスすると、口実試験というものが受けられます。この口実試験というのはこれ何かっていうと、ま、口術式って書いてあるんですけどね。これね、試験官2対1の問答、試験官2対1の問答試験なんです。 イメージをあけばいいですからね。こんな感じだと思ってください。2対1。あのね、こちらがちょっと使いますとね。ここ、試験官、こっちが2点。受験生が1位いきま質問と答えをする感じ。2対1所有権移転登記に必要な書類は何ですか契約書、識別情報、住民票、印鑑証明、代理権限証書です。そうですね。では、印鑑証明はいつ作ったものが要求されますか いつでもいいんじゃないですか 1? 3はい、そうですね、3ですね。では、なんで3か月なんでしょうか古いとどうかな、古いとどうかな、あ古いとイン,ン変わってる可能性がありますはいその通りです。 2対1って言いましたよね。私の時、隣寝てました。隣の試験官、寝てました。完全に。ここ、抜点しちゃってください。落としません。この口実、抜点しちゃってください。落としません。丸つけてもらった後申し訳ないんですけどね。抜点しちゃってください。落とさないんです。 あのー、これ、実際、替え玉かどうかを確認していると言われているんです、7月の試験で受かった人が別人じゃないかというふうに、替え玉かどうかの確認のためだと言われているんですねで、ちなみにこれなんですが、実は、えっと、試験制度にちゃんと載っているのが、もしこのね、口述試験、仮に病気などで休んだ場合、またね、受けて落ちた場合、いないんですけどね、今のところ、受けて落ちた場合とか、休んだ場合っていうのは、 翌年は筆記試験やんなくていい。翌年筆記試験やんなくていいと。だから翌年もう一回口実からでいいですよと。翌年口実からでいいですよって書いてあるんです。 っていうことなので、もう皆さんが、司法書試験を、と言ったらね、これも7月の試験の方だけ、7月だけ考えればいいです。7月だけ考えればいいです。じゃあ、7月を少し細かく見ていきます。7月のところ見てください。こちらですが、7月、だえー、ちょっと言っときましょうか。第1日曜日になります。7月、第1日曜日になります。 なんでもしよければ今年の第一日曜日がいつになるか。また来年いつ頃になりそうか。見てやってください。仮に7月1日でもやってます。7月1日が第一日曜日でも、第一日曜日にやってます。見ていきますと、左側。9時半から11時半。試験形式。あ、午前の部、えー。9時半から11時半。試験形式。択一式マークシート。こちら、5択の試験です。5択。2択じゃなくて5択。 5個から1つ選ぶです。ね、その後、科目数問題数。憲法、民法、商法、刑法、合計35問。合計が、ちょっといびつな数字になります。1問3点なんです。1問3点。1問3点で35、35×3 をすると、 105という数字になります。105。で、次は右の方。午後の部。えー、試験形式。卓一式マークシート。先ほどと同じものがあります。あともう1個。 記述式。記述式というのがありますが、ちょっと誤解内容を入れておきましょう。これは論文ではないということ。論文ではないということです。論文試験ではない。で、ちょっとこちら、えっとね、120ページを見てもらっていいでしょうか。120ページ。 え無料体験の方、ちょっとそちらのページはございません、今画面のほうに出しておきます。え皆さん自分あの、お持ちの方は自身ご,ご,自身のご自身の持っているやつを見てください。何かというと役所に出す書類を書くことなんです。役所に出す書書類を書くこと もうちょっと噛み砕きますえ。司法書士になると仕事のメインは法務局に書類を出すことなんです。法務局に書類を出すんです。でこれ何かっていうと試験でねこの書類書けますかとこの書類書けますかと、まあ、もっといくとね 受かったら仕事ができるんです。じゃあ、あなた、この仕事できるんですかと。役所に出す書類、仕事ができるんですかって聞いてくるんです。これが記述式って言われるものです。だから私的にはこれ論文でも、論文というんじゃなくて、よく言うのが、お仕事できるか試験。お仕事できるか試験と私は考えてます。 なんで決して論文とは思わないようにしてください。ということで、よしと、でこの試験なんですが、大きな分野が全部で3つになります。皆さん、別にこれ、色付けなくていいですからね、見て分かればいいですからね。 分野としては、午前の択一式、午後の択一式、あと午後の記述式と3つ大きな柱があるとみてください。午前の択一、午後の択一、そして記述式と。で、こちらなんですが、それぞれ配点を見てもらいたいんですが、先ほど午前択一の方が、 105点とといいうのがあったと思いますちょっと右の方でも午後の択一均一式の配点を見てやってください。いということで明らかに択一の配点が高いというのが分かると思いますだからなんだっていうとあのここで勉強の方向が分かるんです。 あの何かっていうと、先に言いますね、結論を。漢字。書く訓練はやめてください。これから新しい用語でいっぱい出てきます。新しい用語いっぱい出てきますが、新しい用語一個一個を書き取る練習をやんないでください。何度も書く練習はいりません。選べればいいんですもん。また、これから新しい言葉がいっぱい出てきますが、定義を暗記する必要は基本ありません。定義を暗記する必要も基本ありません。 もうちょっと言うね。あのね、これ論文っていう試験がメインの試験科目は、これね、一個一個の漢字が書けなきゃいけないから、出てくる文字はね、ちゃんと書けるように訓練しなさいね。とか、論文の場合っていうのは、定義をちゃんと書いた上で文章をつなげていくんですね。だから、言葉一個一個のちゃんとした定義を覚えないといけないんですよ。ですが、この試験では別に論文がメインじゃない。 選べればいいので、別に定義なんて覚えてなくてもいいんですよ。なんで、書き取る訓練とか、定義を覚えるっていう勉強はいりません。なんで、あの、辞典とか買わないで。あの、たまにいらっしゃるんですあの、法律用語辞典で買これが分厚で買うんですよ。で、用語辞典で買って、新しい用語出るために見るんです。で、見ると新しい用語がまた出てきて、意味が、またその用語を調べて、どんどんね、調べてて、意味がわかんなくなっちゃうんですね。 で、本当に一個、一言一個覚えなくちゃいけない定義っていうのは本当に数少ないので、それはその時にわーわー言います。なんで、本当に基本的にはその定義っていうのはざっくりでいいから、言葉はざっくりんで押さえてください。では、大体いいでしょうかね。えっとね、左側のページ、ちょっといけるでしょうか。左側の8ページのところね。 で8ページの図表に試験科目と配点と書いてあるんですが、えー、ちょっとまず言いたいのがざっと見てもらって問題数にばらつきがあるのを見てほしいんです。 明らかに差がありますよね。20問も出るものもあれば1問しか出ないものもあるんですね。これは仕事との関連なんです。一番多いの、20問出てるのありますよね20出てるものし、えー。仕事で使わない日はまずないです。 一あの憲法、まあ、誰が聞いても一番大切な、一番上にある法律だろうなというのはわかると思うんですが、仕事で使う日はまずない、うん、いや、まあまあちまあ、積極的に使うことはまずないっていう法律なんですね。ということで、ちょっとまた画面の方を切り替えます。えこのの試験の肝 絶対にメリハリがいるんです。極度にメリハリをか、メリハリをかける必要があるんです。ちょっと待ちますね。右下のページか左下のページどちらでも結構です。ちょっとね、3つほど肝案ありますので入れといてください。8ページか9ページどちらでも結構です。 あのー、お別れの通り、こんだけ問題数にばらつきがあれば、よく出るかも、えー、ものについてはしっかりやる。で、そうでないものはあっさり手を抜く。もうこのね、メリハリを極度にかけないといけないというのはわかると思います。民法と同じだけの力を刑法にかけちゃ絶対いけないんですよ。刑法って三問しかないから。 ちょっとね、じゃあね、探してくれますこの試験科目で、4つ、配点が高いものを上から4つ探してくれません。配点が高いもの。配点が高いと言ってるからね、問数が多いとは言ってません。 まあ、問数が多いでもね、同じ結論出ちゃうんですけど。その4つが、いきますよ。午前の部の択一、2段目の民法、60点です。4段目、商法、会社法、9問、27点です。27点です。 で、次が、午後の部択一、下から4段目、不動産登記法16問。こちらで、48点です。十八点です。ただ実は48、プラス35なんです。期日式ってところにもありません。期日式ってところにも、不動産登記法って字がありませんか期日式ってところにも不動産登記法ってのがあって、そこは実は1問35点なんです。 先ほど、あの、名義変更は絶対どんな司法書士でもやってるって言ったじゃないですか。その名,名義変更の仕事の業務です。一番配点が高いって分かったでしょうか。今のところ。そしてもう一つが、下から三段目、商業登記法八問とありまして、あともう一個ありませんか商業登記法手辞。記日資金のところにありますね。記日資金のところにも一問は載ってますね。三十え、こちらも35点満点です。 さ、24たす35、え、3パン21の24たす、記述式の35で59点と。で、この4つ、民法、商法、不動産登記法、商業登記法。この4つが主要科目と呼ばれます。主要科目と呼ばれます。主要科目と呼ばれます。 でこの講座もこの主要科目を順々にやっていきます。民法、不動産投法,商,法え商業投法というふうに順番にやっていきます。では、ページの方で言うと何ページかな、えー、と ?10 ページの方に行きまして。で、言うのを忘れてました。えー、のこの講座自体、全部で3時間の講義なんですけど、あの3時間フルに。 やるわけじゃありません。あの、1時間25分ぐらいのところで一旦切って、休憩が10分。で、その後1時間25分やっておしまいという形になっています。で、ただ、あの、私の講義の場合、あ皆さんに大体1時間ぐらいのところで、ちょっと軽めの休憩を取ろうと思ってます。あの、ずっと一瞬自も休憩してると思いますんで。なんで、あの、1時間ぐらいしてましたら、うん、首を、ま、首をた。首を回したりと肩を回したりとかね、ちょっと軽めに、ね、休憩を取ってみてください。ちょうど今3時1分でしょうか。 あまりもくだらない話なんですけどあの多分こうテキストを使ってこう曲げて使うと思うんですけどこっちに書く分にはいいんですけどこっちに書こうとするとこへこんでイラッとするんですねなのであの例えば何か1つか何か紙か何かあったらねこちらにこうやってしまって何か実際に台があるとねすごく書きやすくなると思いますなのでもし何かね紙か何かを紙かもしかはね冊子か何かある方はねぜひ左側か何かに載せるといいんじゃないかと思います よし。じゃあ、行きましょうか。じゃあ、続いては、えっ、ー、と、10ページのところですが、合否判定というところです。で、合否判定。えー、こちらの方ですが、えー、図表を見てください。合否判定。卓一式午前の部。卓一式午前、午後の部。基準点クリアという字があります。基準点クリア。基準点というのは、えー、皆さんのわかる感覚ですよね、足切り点。 足切り点。これ以下だったら落としますよこれ以下は絶対落としますよで、これどれぐらいなのかっていうと、平成十一年、平成31年の試験では、31年の試験では、こちらは35問中の 35問中の25問要求しました。35問中の25問。一方、5の方は35問中の22問要求しました。22問。35問中の22問。 一方、この二つをクリアすると、記述式っていうものが採点を受けられます。この記述式の基準点が、31年は32.5、32.5点です。全部70点満点ね。70点満点中の32.5でした。 ってことで今から言う人は受かったか落ちたか聞いてくださいいきますよ俺午後捨てる午前35点取りました午後18点でした18問でしたで記述満点でした落ちるでいいねつまり苦手が作れないって分かります 苦手をどれか一分野作るのが許されないんです苦手が許されないと苦手が許されないんですね で、ちなみにこれ、今私ね、あの、繰り返しね、31年はこうでしたって散々言ったじゃないですか。というのが、実は、年によって違うんです、点数が。あの、試験によっては、何があっても8割取んなきゃ落としますよっていう試験もあるんですが、この試験はそうでもないんです。あのね、目安だけ言っときます。えっ、ー、とね、卓一に関しては、偏差値だいたい60です。偏差値だいたい60のところが、足切り点になりやすいです。 偏差値ね、60のところが足切り点になりやすいです。偏差値60ね。ちなみにあの、かつてね、あのね、平成27年が30問って時あったんです。30問。で、30問取んなきゃいけなくても、その時もね、偏差値61なんですよ。それでも。だから、ある意味これって、受かりやすい年、受かりにくい年があるってわけじゃないんですよ。 絶対足切り点ってのは毎年この偏差値が大体決まってますからはいでもうちょっと最後付け加えようかはいこのところの、えっと、最後の筆記試験合格なんですがここがえっとね197.0197.0でした 数字に何か違和感を感じないでしょうかもしちょっとよかったら計算できる択一は1問3点ね基準点の合計点を足すといくつぐらいになってますそして一番最後私書いた197.0になってないのに気づきます何を言ってるかっていうと実は午前の択一 は、えっ、ー、と、な、え、25問正解だから75点。5の択一は22問が足切りなんで66点。で、最後に均一三が32.5で、全部足すと173.5なんです。実は、それはあくまでも足切りに過ぎないんです。そこから上位を取るんです。そこから上位を絞っていくんです。 で、ここもね、年によって違ってくるんですが、例年、この年が23.5かな ?23.5 プラス必要だったんですが、例年、だいたい23から25プラスにいるんです。例年、23点から25点ほど必要になります。 例年23から25必要です。ということでこれで最後にしますね。肝3つ目 23から25いるよと得意なところがいるんです全部ギリギリじゃダメどこかで25 23から25取れるようにどこかで得意分野を作る必要があるんですよ ということで、ここまでまとめますと、この試験、科目のばらつきがあるから、メリハリをつけなきゃいけない。で、メリハリをつけながらも、メリとハリを思いっきりかけすぎちゃって、俺もうここダメだ、絶対取れねえからいいよ、0点でいいよ、と、といったとこ絶対作っちゃいけない。で、なおかつ、俺絶対ここ強いかんねえ、と、といった得意も作んなきゃいけない、と。また後にも説明しますが、この試験は基本的に捨て科目はありません。 捨て科目とかね、捨てていいっていう分野は基本的にありません。はい。じゃあ、それぐらいにしまして、じゃあ、今度は右のページ、11ページいきましょう。合格率です。 で、合格、えっ、ー、と、表がありまして、一番上ね、平成30をちょっと見ていきますと、えっ、ー、と、17,660しかない。これが30年の出願者数。で、受験者が14,387。3000人近くは、あの、出願してますけど、受けてません。受験料がもったいないです。で、その後に、合格者は621。で、合格率。これは、出願者、17,000で割った場合が、 3.51%。受験者で割った場合、14000かな ?14000 だった場合は4.31%になってます。ちなみにこれは30年のデータで、30年のデータで、えっとね、31年だと、31年だと、出願者を分母にすると3.6%。31年、出願者を分母にすると3.6%。受験者を分母にすると4.4%です。受験者を分母にすると4.4%です。 31年、ね、出願者を分母にすると3.6受験者を分母にすると4.4になりますでは一応聞きたいんですけど司法試験の合格率って25%なんですよ司法書試験って3%なんですよよって司法書試験の方が難しい 罰だって思うんですけど、じゃあなんで罰母体が違うんです。受ける受験の母体が違うんですよ。司法試験は基本的には法科大学院、もしくは予備試験に受かった人しかそもそも受験ができないんです。そもそも受験ができないんです。ちょっと2ページ戻ってもらっていい ?9 ページ一番上。9ページ一番上。 4月ってとこに受験資格ってあります年齢性別学歴と関係なく誰でも受験できます誰でも受験できますあの私13年に受かってその前も含めてかれこれも20年近く受験してるんですよ一応言ってみますよ。受かってますからね受かってますからねあの受かっててもあのいろんな事情があって試験を受けるんですよ 前の人が、だいたいね、6でもない答案しかないんですあの、未だかつてね、自分の前が受かってないんですよ。受かってないところか、あの、試験会場大だいたい大学のコードみたいなってるところが多いんで、前の人の答案が見えちゃうんですね。で、見えちゃうんですけど、その前の人の答案がだいたいでもないんですよ。で、くでもないレベルっていうのが、例えば何でしょうね。あの、江戸時代の三代将軍を述べようと。っていう問題があったときに、吉宗って言ってくればいいんです。 エリザベス女王って書いてあるんです。レベルとしては。だからこっちから見ると、うわ、今年もきついの来たなぁと。もうね、受験勉強が終わってない方が本当に多く受けてるんですよ。だからこれ、やると分かるんですけど、あのね、午前、午後ってあると言ったじゃないですか。午後で帰る人結構いるんです。午前中で帰っちゃう人がすごいんですよ。 だんでね、あの、この試験、あの、まず受けようと思った時に、多分受験、あの、合格率で見て、3%って見て、うーってなると思うんですよ。でも実際、そこまでの低い数字とは私は思っていません。なんで、これから3%の恐ろしい試験を受けるっていう感覚は、ぜひ捨ててください。丁寧にやれば、ちゃんと受かる試験なんです。丁寧にやれば。だある意味、あのね、頭じゃなくて、忍耐です。 頭じゃなくて忍耐です。そっちなんですよ。いや、これが本当にね、あの、本気で1万7000人受けていて、で、そパーセン3%しか受からないと、あの、に、減断現段断のね、過去だ、過去みたいなもんですけどね、そんなもんだったら私は進めません。そのやば、そのやばいですよ、そんな試験で、実際本当に多くの方はね、もう受験のね、勉強、受かるね、勉強してないんですよ。 でそれお前の感覚だろうって言われるかもしれないので、ね、もうちょっとだけ言わせてくださいあの。これ、えっと、実は、よいしょ、あった。えっとね、これが一番いいな。あのこれ、何かっていうと、あのレックの公開模試を受けた人数なんですレックの公開模試を受けた延べ人数が書いてあるんです。1万687。延べ人数と言っているので、 同じ人がね、四あの、レック全部で5回やるんですよ、5回。で、5回やった場合、5人ってカウントしちゃうんです。言ってみようかるかな。1人の人がね、5回受けた場合ってのは、5人って数えられちゃうの。だから、本当に1万687は絶対低いんですよ。で、自慢なんですけど、レックが一番シェア強いんですよ、ここ。受験って。死亡者事には一番強いんですよ。で、それでこれなんですよ。受かる気があれば、絶対もしって1回受けるんです。 それを受けている数があまりにも少ないっていうこと。これを見ると、本当に受験者の中で本当に勉強している人がどれだけいるのかと。っていうのもわかると思うんです。ということで、受かるまでは3%というね、恐ろしい試験を受けているとは絶対思わないでください。受かった後はいいですから。受かった後はね、3%を取り、 はい。いうことでね、これぐらいにしまして、中身の方に入っていきましょう。じゃあ実際これから受験勉強の方に入っていきたいと思います。15ページ以降に行きましょう。はい。で、ここでは、法とは何かと書いてあります。直接試験には出ません。直接は出ませんが、もうね、法律勉強、大前提として、 なんて、財前とですね、絶対してほしいことを入れました。では、見ましょう。関数字1、法とは何か、図表、法の定義。国家権力による強制力を伴った社会規範と書いてます。社会規範というのはルールと思っていいでしょう。社会規範というのはルールと考えておけば結構です。 で、ここで意識して丸つけてほしいのは、その前の、その前の7文字、8文字なんです。強制力を伴ったって字なんです。強制力を伴ったって字なんです。ある意味これね、無理やり従わせるってことなん無理やり従わせるってことなんです。 無理やり従わせるで、ね、下に図があって左側にね「社会規範の種類」って書いてあるんですルールの種類上法とあって下道徳宗教執族あと常識とかもそうでしょうかルールにはいろんなものがあります ですが法律とそれ以外には大きな境目があるんです法律とそれ以外それは破った時ルール破りをした時なんですよ例えば右を見てください違反に対する制裁常識の方を見てもらっていいあの道徳宗教宗族の方を見てもらっていい事実上の制裁 社会的評価の下落。集団からの追放。言葉はこ、怖いこと書いてますけどね。社会的評価の下落。多分こんなのがいいんじゃないでしょうか。あのー、お年寄りに席は譲らなきゃいけないと。根元かなんか、うん、電車乗ってて、目の前に老人がいるのにずっと座ってやがる。そしたら、あの人、目の前に老人いるのにあんなことして、あっぱやんの人変だぞね。とまあ、評価が下がります。法律も同じですよね。 うわ、あの人やっぱ麻薬食べたんだ嘘ーとやっぱこう評価が下がっちゃいます。ですが、法は、評価が下がるだけでは済まないんです。法の右見てください。国家の強制力、警察、裁判、強制執行などで、無理やり従わせるんです。警察、裁判、強制執行などで、無理やり従わせるんです。 あの今から画面出しますけど書かないでください多分書くと後悔します電車ではお年寄りに席を譲るべきという社会常識があります譲れなかったとしますいきますよ警察登場いや見たことないよそんなのは見たことないよ このね、法律以外って破っても強制的に従わせるっていう力がないんです。破っても。法律には強制的に従わせるという力があります。ちょっとこれのね、一例をお見せしたいんです。ページをめくってください。 強制力の一例、借りたお金を返さない場合、強制執行を受けるという図。これをちょっと見ていこうと思うんです。左側、債権者 X、貸主、お金を貸した人。右側、債務者 Y、借り主、お金を借りた人。間、丸一番、一千万を貸す。 で、お金を借りたらね、Y は借りたお金を返す義務があります。お金を借りたら返さなきゃいけないというルールになっています。お金を借りたら返さなきゃいけないというルールになっています。これは後で言いますが、民法というルールがそれを定めています。それを破ったらどうなるのそれを破ったらどうなるの という話をこれから説明したいんですが、ちょっと休憩前で申し訳ないんですけど、今日、すごく重要な中の1個なんです。っていうのが、このね、流れ自体っていうのが、このテーマでも重要だし、今後の民法の知識で必要なんですよ。民法の知識で必要なんです。なんで、この流れはしっかり聞いててください。この流れ、1から6までね。から六までね。じゃあ、始めからいきますよ。 お金を貸しました。で、お金を貸借りたらね、返さないといけないというルールになっている。でもそれを従わない。じゃあどうやって無理やり従わせるか。どうやって無理やり従わせるか。見ていきましょう。X さんから左下、丸2番を見てください。X さんから左下、丸2番を見てください。訴え定義、定期、基礎。 裁判所、受訴裁判所って書いてます。ちょっと削ってください。受訴裁判所って字はね、今日も完全に無視してください。受訴裁判所って字ね。受ける、訴裁判所ってあるでしょ。受訴裁判所って字はね、削っちゃってください。もう今日は外してください、ここは。何やってるかっていうと、裁判を起こしてるんです。裁判を起こしてるんです。訴え提起、起訴。まずは裁判を起こすんですね。 ということで繰り返すよ。お金を貸しました。返してくれない。まずは裁判を起こすんです。で、裁判所の下、丸二番。真理って字見つかる。真理。真理。これでもうざっくりいいよ。調べるでいいよ。調べると。このね、X の言い分を鵜呑みにはしないんです。X の言い分を鵜呑みにはしないんです。 あの、残念ながらね、貸してもないのに訴える人っています。あのね、返されたのに、返済があったのに訴える人もいるんです。貸してもないのに訴えたりとかね、返済があったのに訴えるって人もね、残念ながらいるんですよ。 っていうことでね、裁判所の方は、本当に金貸したの貸しましたよ。なんかある書類。はい、これ書類です。おー、あるね。本当に金渡したん？今日連れてきたんです。いいえ。私は見ました。ちゃんと本書お金渡してます。おー、そこ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 。わかったわかったわかった,かったう。ちょっと待ってろ。なんとかもう気持ちは気持ちやと。いろいろ話を聞いて結論を出します。 判決ってのがありますね。これは結論と思ってください。判決。結論と思ってください。Y は X に1000万支払え。支払えと。あのー、こう、字ずらて見ると分かりづらいんですけど、こんな感じだと思ってください。こちらが裁判所で、こちらが X さんで、こちらが Y だと思ってください。判決を言い渡す。Y! 払え 払いなさいと言ってるのはもう命令なんですね払うようにという命令なんですよちょっといきなり伸びて申し訳ないここで Y 側はね大体2つあります Y 側取る手か2つあります1つ目ありますんで聞き流してくださいよし今日が判決の日だどうなんだろうとお金借りたいでしょと払いなさいあちゃ X さん、なんだよ、ごめんね、返さなくてと、本当だよ、どうしてくれんだよ、はい、とたくもう、判決が出てやっと払いやがって、と結構最近多いです、こういう方あの、判決が出てやっと払うという人、もう一人、お金は借りた、でも返さない、なんでかって、返したくないからさ、払え、嘘言われちゃったよ、いや、借りてんだ、でも俺は払いたくない、払え。 しらばっくれよ。いや、いくらね、言ってもね、しらばっくれやつはしらばっくれんですよ。ここまで来ると、無理くり行くしかないんです。X からもう一個矢印ありません。右下の方。「軽倍申し立て裁判所」、「執行裁判所」って字があるでしょ。 執行裁判所削っちゃって、執行裁判所教育復習からつっちゃって、執行裁判所。X が言うの。裁判所さん、なんだい和の Y なんですけど、駅前に土地持ってます。ほう売っちゃってください売っちゃってください今言いますよ。他人が言ってるからね、他人が駅前に土地持ってから売っちゃってくれって言うんです。 で、右斜めは言ってもらえる丸五土地を強制競売土地を強制競売って書いてますね。で、ちょっとまず用語。二つに分けてもらっていい強制手字と、競売手字。強制手字と競売手字。でね、ちょっとまず用語一個飛ばしてごめんね。こうね、右の、競売って私言ってるんだけど、一般的にはね、競売って言うと思うんです。 でもね、法律世界では、まず、敬意倍。けね。敬意倍って言います。競売とはまず言いません。競売とはまず言いません。敬意倍と言います。でね、この敬意倍っていうのは、あのね、昔ながらの言い方ですと競り。ただ今っぽく言うとね、オークション。イメージでオークション。 あのー、入札オークションイメージはあくかな、あのー、自分が買いたい値段を言うんです、あのね実は後で言うんですけど、ちょっとまあこれは本当に雑談なんですけどね、本当に見るだけですよ、もしインターネット上かなんかで、ね、見れる方ね、ねこの BIT って言葉で検索してみてください、BIT、あの変なサイトいきませんから安心してください、ね、これね、今、日本のどこで競売物件があるかっていう、ね、サイトなんですよ。 これを見てね、これを見ていい土地があるなって思ったらね、あの、いつまでに入札してくださいって書いてあるから、その時にね、解体値段で入札するんですね。で、去年言わなかったら逆札いたんで一応聞きます。あの、入札っていうのは安い人が買える高い人が買えるで、去年言わなかったらハマった人がいたんで言っておきます。これはもちろん高く出した人が買えるのね。これが入札、競売って意味ね。 左気をつけるのは、左に強制手辞がない。強制。無理やりなんです。無理やりなんですよ。仮にこれ Y 側が、嫌だ嫌だ、俺は売りたくないって言ったとしても、最後追い出されるんです。 はい。で、この Y 所有と書いてある1500万の土地、その下を見てやってください。Z が買い受けて、その売却代金の中から、X が1000万回収、X が1000万回収となっています。ここに、ね、Z さんが落札した人、Z が落札した人ってイメージ持っていて、Z さんね。1500万で落としたと。 ちなみにこれお金誰に払うかっていうとね、これ誰のものを買って売ったんだっけ ?Y のものね。で、Y のものを売ったから、Y に払うとどうなると思います ?Y それ持って高飛びする <laughs>。これ裁判所に払うんです。裁判所に払ってもらって、裁判所がまず X に払うんです。裁判所に払ってもらって、裁,裁判所が X に払うんですよ。 ちょっとい,いきなりね、伸びちゃって申し訳ないんですが、えー、もう一回ね、後で休憩後にもう一回まとめていきますが、まず軽めにお願いします。最終的に借金返しているのを確認できる。いやいやだけど返済してるでしょ。いやいやだけど返済してるってこと。 じゃあね、もう一回これまとめますが、ちょっと相当伸びてますんで、一旦休憩を入れたいと思います。今から10分間の休憩になりますので、10分間ぜひ休憩に入ってください。どうぞ。はい。えー、それでは後半の方に行きたいと思います。で、後半の方ですが、16ページの図表にえー、ところ、もう少し繰り返しましょう。16ページの図表のところ、もう一回頭から見ていきますと、お金を貸す、返してくれない。じゃあどうすりゃいいのかっていうと、まずは裁判所に訴えを起こすんだと。いわゆる裁判を起こすんですね。 で、裁判を起こして、いろいろ調べてもらう。で、それで問題なければ、判決ってのは出るんだと。で、この判決が出て、向こうが応じてくれれば、それで終わりだけど、応じてくれなければ、無理やり何とかしてしまうと。で、その無理やりの手段としての一つは、売ってしまうんです。この相手の財産を、無理やり、オークションにかけちゃうんですね。この無理やり、オークションにかけてしまう。つまり、 この Y 側が売らないよ、嫌だと言ったとしても、最後追い出されたりとかいう形で売ってしまうんです。で、誰が買えるかっていうと、オークション、入札一番高く出した人は買える。で、この人っていうのは、お金を裁判所に入れて、裁判所から X さんにお金が行く。結果的に一番初めは、貸したお金が返ってこない。最後の最後は、 貸したお金が返ってくる。貸したお金が返済されている状態になります。国家が強制的にそうしたっていうことになります。国家によって強制的に返済がされたと。これが法律というものです。最後、国家は強制的にやってくれる。最後、国家は強制的にやってくれるんだと。ちょっとお願いがありまして、書き終わってからでいいです。 今流れざっくり見ましたよね隠してみてこの図隠してみて123456何があったか想像しててでね怪しくなったら見て。 で、怪しくなったら見てなんかぐるぐる丸つけるなんて何でしてて。 で復習でやってほしいことの一つがこれなんです。あのね今日2つほど指摘します。この図に常識と入れてください。この図表のところで結構です。常識にするというふうな感じで何かマークを入れてほしいんです。常識とかね。で、今日あともう1個あります。常識といったところについては今のように隠して。 一個一個宣言していく。隠して、どういうことが書いてあったかを宣言していく。最後の最後で復習の仕方は全部ちゃんと言います。まずは、このね、私が講義中に常識といったものについては、復習の時に一回読む。隠して宣言する。で、言えなければ、そこのところに色をつける。こんな作業。読んでみる。隠して宣言する。言えなければ色をつける。 多分この作業って、ざっくり私で、ざっえっと、隠してざっくり言えばいいって言ったので、別に一語一個同じ実はないんですよ。だから言葉のね、言葉尻の手に用派とかそんなとこ無視してるんです。そうなんなのていいいでしょうかね。で、分かんない時に戻って色をつけるのね。それが自分が記憶できてないことなの。だからできれば、講義中はあまり強い色をつけずにね、復習の時に分かんなくなったら強く色をつけてほしいんですね。 で、これが皆さんに進める暗記作業なんです。暗記っていうとなんか、ね、特別なことをやらなきゃいけないように見えるんですが、実はそうでもないんです。やったことを隠して言えるようにする。やったことを隠して言えるようにする。それでいいんですよ。で、しかも、それっていうのは全ページじゃありません。今日は2箇所。で、全体構造は多くて4つぐらいです。そういうところを隠して宣言していってほしいんです。 また後にちゃんと言いますが、一回で受かる方っていうのは、基本知識についての瞬発力がすごいんです。多くの知識はないんだけど、基本についてはポンと出てくるんですそれの訓練だと思ってほしいんです。なんで、ぜひ、このね、常識といったものについては、隠して宣言する。言えなければ色をつける。という作業をしていってください。 ちなみにこういう作業やってると結構強いんです。ちょっと聞きたいんですけど、順番言える見ないで。行けよ。土地を強制競売と、訴え提起どっちが先そう、訴え提起が先だね。訴え提起して、審理判決強制競売だよね。これね、今普通に言ってるんだけど、3年目、4年目の受験生でも結構これ危ないんです。あ、だから時間かかってるんだなってつくづく思うんですよ。 こんなように基本となるとこはちゃんとやってき、ま、こういうふうに指摘しますので、ぜひこの順番を覚えるという感覚で、ね、やってみてください。では、もうちょっと待とうか。はい、じゃあね、ちょっと,、えー、っと次の関数字2番に行きたいんですが。 ちょっと見るに関数2に行く前にちょっと一個前15ページ戻ってもらっていい15ペ,ージ15ページの法の定義を見てほしいんですよ強制力を伴ったっていうのはポイントだと言いましてね誰が強制力使うと書いてあるそこ見てほしいの誰がと。 じゃあね、そこの部分見ていきましょう。18ページの関数字2番。法の強制と自力救済の禁止。法の実効性が国家の強制力にてた確保されるということは、法に定められた内容を最終的に実現するには、必ず国家の強制力によらなければならないということを意味します。 例えば、犯罪の被害者や遺族が犯人を仕掛けて復讐したり、借金を返さない債務者に、家に貸主が押しかけて力づきで金を取り出したりすることは許されません。このように、私人が国家の力を借りずに、自分の権利を実現することを、自立救済とか、自給行為と言います。近代の国家は、社会知事を維持するために、一方においては強制力を個人から取り上げて、自立救済を禁止するともに、 他方においては、国家が独占した強制力を失ってする法を整備しています。えっ、ー、と、上、えっ、ー、と、最後の段落のとこ、自力救済って字の方でいいです。自力救済って字の方で結構です。詩人というとなかなか硬いんですが、国民と言った方がいいんでしょうか。国民の強制力行使は NG。国民の強制力行使は NG。自力救済って字がありますよね。下から4行目、五行目あったり。 自力救済の禁止っていうふうによく言ったりします、国民による強制力行使は禁止されますよと。なので、あのーまあ、多少はいいと思うんですよね、あのおいお金を返せよ、やだよ、何言ってんだよ、返してくれよ、やだよ。 本当ふざけんなよ返せよやだよこれお前息子な息子な息子な金返せよいいから金返せ完全に犯罪ね完全に犯罪ですからね、これやってること。じゃあなんでこれダメなのかと。ていうと、いろんな理由があるんだけど、ちょっとなんか、えっと、線かなんか引っ張れる。えっ、ー、とね、下から1、2、3、4、5行目あたりかな右あたり。社会秩序を維持するって字。 社会秩序を維持するって字見つかる。社会秩序を維持する。もし、これがありだとします。自立救済がありだとします。こんな世の中になります。切れて,てください。お母さん何あそこでマウントポジションしてぶっ飛ばしてる人がいるんだけどいいの何何あ、本当ね。馬乗りになって殴ってるね。いいのああいうことやって。いいのよ。なんであれは金を返さないから。え 金を返さない人間はね、馬の上になって殴られるの。そうなんだあそこもそうだよ。で、あそこよじ登って人んじゃんってるけど、いいのよ。あれもね、返さない方が悪いの。とそんなようなか嫌です。秩序がおかしくなると。自分で権利行使なんかさせたらね、秩序が乱れると。いうことなんですよ。今のは軽めで結構です。最後一行見てほしいんです。 つまり、法の強制と自力救済の禁止は表裏一体の関係にある。ちょっと見てもらっていいいける画面の方ね。ありがとうございます。まず見るだけいいかね国家が強制力を使うの。だから、私人、国民は強制力使うのはやめてくれと。 論法はこういうことね。国家がやるから、やらんでくれって論法なのよ。ここがいいかな国会でからやらんでくれという論法。ありがとう。まだもうちょっと待ってて。ってことは、この論法を言うんだったら、こうなんないいくよ。この論法で行くんなら、国家が使えない状況なら、 国民がやってもしょうがないってわかる国家ができない状況なら国民がやってもしょうがない。こういう字を見たことがない正当防衛。ちょっとやらせてください。ああ、仕事の疲れた。おい、根本なんだ金を出せえ、金ってどういうこと金出したくないいいから出せいや、出したくないよ。ちょっと待って、これ。 俺、やられちゃうな。どうしよう。ちょっと待って。何が待てだ国家に強制力使ってもらうから、国家に強制力。ど、どういうことだ今から警察呼んで強制力使ってもらう。いいかと無理だってわかりますよね。ってなると、これ、殴り返してしまうのしょうがないんですよ。これ、殴り返して自分の権利を守るっていうのは、ある意味自立救済なんですよ。国家は強制力を使う。だから、私人はやるんじゃない。 であれば、裏を返せば、国家ができない状況なら、詩人がやるのは許していいだろうことだね。国家ができない状況なら、詩人がやってもいいだろうと。それが、例えば、この政党防衛ってやつなんです。 繰り返しますね、国家が強制力を使うだから詩人が使うんじゃないぞとこの論法でいくのならじゃあ国家が使えない状況なら詩人が使うのはしょうがないよねともうちょっと待ちますね その、ね、最多の例が正当防衛というもので刑法に規定があるものですこの正当防衛というのはまさに自分で自分の権利を守ろうとします自分の実力で自分の実力で自分の権利を守ろうとしていることですですがこれは国家が期,期待できない以上許されますでまあもうちょっと待とうか でまあ、正直、一番初めで勉強する人に、別に正当防衛を教える必要はどこにもないんです。じゃあ、なんでこれを私は、ね、説明しているかというと、法律の勉強って、理屈って大事なんです。何かっていうと、単純にね、はい、こういうのは自立救済ですよって言って、次に行っちゃうますよね。 それと違って、自力救済ですよ。なんでこういうのがあるかっていうと、国家が強制力を使うんだから、支持はやるんじゃないぞっていうふうになってるんです。ってことは、これ逆から言えば、もし国家がダメなら、支持が強制力を使っていいよねっていうふうに繋がってきますよね。っていうふうに、理屈を抑えておくと、芋づる式に他の知識は引っ張り出せるんです。理屈が分かっていると、他の知識は引っ張り出せるんですよ。 もう少し言うよ。あのね、結論はテキストに書いてます。テキストはネットに載ってます。私が皆さんにやりたいのは理屈なんです。理屈を伝えれば、昔言葉で言うとね、1を聞いて10を知る。1を聞いて10を知れるようになります。1個1個覚えるとなると、10個1個1個単発で覚えなきゃいけなくなっちゃうんです。それってきついし面白くないんですよ。 なんで、これから講義中、いろいろ理屈を言ったりします。で、理屈を言ってる時っていうのは、あの人変なこと言ってるなと。まあ、変なことは別にですよ。ね、まあ、それはいいんですけど、理屈を言ってる時は絶対に応用を聞く理屈しか私は言いません。学問的に重要でね、試験で使わない理屈は一切ありません。応用を聞く理屈しか言いませんから、理屈を言ったらむしろね、結論より重要だと思って聞いてってください。 ってことでね、理屈っていうのがね、一個押さえると、他のとかね、えー、えー、他のところに、ね、導けるようになりますので、ぜひね、理屈を私が言い始めたら、重要な部分だと思ってください。重要な部分だと思ってください。繰り返しておきますと、結論だけならテキストに載ってるから、て別に、結論だけだったらね、別にどうでもいいんです。テキストにあるんですから。背景の理屈を言った時にね、しっかり切れて,てください。はい。ということで、こちらの方の関数字の1番、2番のところはこれぐらいに足しましょう。 次のページ、17ページの方に行きましょうで。17ページの方はバッテンで結構です。17ページ全部バッテンしちゃってください。使いません。18に行っちゃいますが、少しまた、えちょっといろいろ言わせてください。あの、他の予備校さんはちょっと違うんですが、レックの,レックの場合だと、教材はあたあた与えられて、この教材で自分が指示選択して講義をしてくださいと言われます。その教材全部を説明するんじゃなくて、その教材自分がいると思うところを説明しなさい。 っていうスタンスです。これっていうのは、あの、各講師が、ここは基本で絶対いる。ここはこの試験でいらない。というふうに、各講師ごと持論があります。また、各講師ごと、これは応用だから自分でできる。っていう人もいれば、あ、ここは説明しないとわからない。っていう人もいます。例えば、掛け算って今、九までやってると思うんですけど、インドとかだとね、15×15 15まで覚えさせられるんですよ。15×15 15。でも、あれって導こうとまで短いんですね。 でも、覚えた人間のは早いよねってことで暗記させてるんです。どこまで教えるかっていうのは裁量なんですよ。で、講師には結構そういった裁量が与えられています。で、もちろんその結果、合格者が出なければ私たちはこうなるだけです。で、私たちは毎回のように、ここまではギリギリ、もうこれ以上やりたくないこれ、これはもう知見でほとんど使わない、これはいるってことをお互い考えながらね、やっています。なんで、教材の中でも使うとこ使わないところあるというのは、大体そういう意味だと思ってください。 じゃあ、18ページに行きましょう。法の基礎知識。で、ここは法律のグルーピングです。法律のグルーピングが載っているんですが、試験では2番だけ知っておくよ。結構です。1と3はバッテンです。1と3はバッテンで結構です。学問的にはこういう分類3つあるんですけどね。私的にはね、これ2番だけ分かってるいいです。実体法と手続き法。すべての法律は、実体法っていうグループか、 手続き法っていうグループ間どっちかに入ります。丸一番。実体法。権利義務の変動、発生変更消滅の要件公開について定めた権利内容の基準となる法。どのような条件が備わると、どのような権利変動が生じるかについて定めた法。どのような権利変動。まあ、これ後でも分かりますが、とりあえずルールと思っておいても結構です。どのような権利変動、ルールと思っても結構です。 ルールを決めるのが実体法と思って、ルールを決めるのが実体法。何々できるとか、何々しなければいけないといったルールを決めるのが実体法と思ってください。何々できる、何々できない。一方に、手続き法。 権利義務の具体的な実現、手続きを定めた方。実現、手続きを定めた方。内々できる、何々しなければならない。そういったルールを実現するのが手続き法と呼ばれるグループです。 ちょっとこれね16ページの図に戻れる16ページの図に戻れるこの16ページの図なんですが1 2 3 4 5 6とありますがグルーピングできる2345623456ちょっと画面出しますね 23っていうグループは、23456は実現する手続きなんです。23456は全部実現する手続きを書いているんです。で、2と3は特に民事訴訟法と呼ばれています。ちょっと入れててください。23ね。民事訴訟法。2と3は民事訴訟法。 民事訴訟法456が民事執行法456が民事執行法これが実現する手続き実現する手続きを定めた法です。 いいかなで、もうちょっと膨らませるよ。私冒頭でこういったの覚えてますえっと、X から Y に丸一番で金を貸したと。で、借りたお金は返さなきゃいけない。借りたお金は返さなきゃいけないって言ったと思うんです。これがルールですよね。借りたお金は返さなきゃいけないというのがルールです。このルールが民法です。このルールが民法です。借りたお金を返さなきゃいけないというのが民法のルールです。 民法のルールがあって、その民法のルール破りをしたときに、民事訴訟法、を民事執行法っていうのを使ってるね。民法ってルールがあって、この民法のルール破りをしたときに、民事訴訟法、民事執行法というもので実現していくわけね。 ちなみに一個雑談ですが、目次のところで何を触れると言ったか覚えてるでしょうか。目次で。一番初めのページの目次かな。一番初めのページね。目次の方でね、一番初め、一番初めページだよ。一番初めのページね。一番初めのページの目次の方で、民法の基本と民法を理解するための他の法律を勉強すると。 民法の理解とね、一番上の目次ね、1ページというんでしょうか。ページ数が振ってないところね。民法っていうことの1章と、あとね、2、7、8章をやるって言ったでしょ。1、2、7、8って言ったでしょ。で、7と8が、今見た民事訴訟法と民事執行法って書いてますよね。まさに今の話なんですよ。民法のルール破りは民法だけで片付かないんです。他の法律が必要なんですよ。で、この他の法律を理解できないと、 そそもそもの民法の理解が追っつかなくなっちゃうんですはいではねある程度書いたところで最後になりますが、えっと、8ページちょっと早くてごめんなさいね 8ページ、試験科目の表見たの覚えてるでしょうか、試験科目の表ね、あの民法でどこに載ってます民事訴訟、民事執行法、どこに載ってますこの試験、午前と午後科目があるんだけど、何で分けたか分かります。ペページ、ね、8ページジねねってか、ね いいですよ。書きましょうか。えっと、用語が、18ページに用語がありますので、書いていきましょう。18ページの用語、2つのグルーピングね。すべての法律は、実体法と手続き法に分かれています。実体法と手続き法に分かれていて、午前が実体法なんです。午前が実体法を出し、午後が手続き法なんです。午前が実体法を聞いて、午後は手続き法を聞きます。8ページ、9ページ、どちらでも結構です。 午前が実態法、午後は手続き法です。まあ、これも今言うざ話はありませんが雑談を言うとね、あのね残念ながら、ね、両方好きだという人はあまりいません。両方好きだという人はいなくてだいいねどっちかが好き。 どっちかが苦手というふうになりやすいです。あの、ルールが好きな人か手続きが好きな人で分かれます。で、社会人経験が長い方は結構手続きの方が好きです。で、お若い方、お若い方ってなんか言わない言わないいんだけど、あの、そういう方はね、結構やっぱルールが好きで手続きになった瞬間面白くねえなと <laughs>、って言ったりするしがちになります。はい。ということで、これぐらいにいたしましょうか。じゃあページの方は19ページまで飛びましょうかね。 で、19ページから第3節条文の読み方と書いてますが、これは次回以降6本を持ってきてもらってそこでやりますので、今日は19から、えっと、25まで、19から24な、十九から十四までは完全に飛ばしちゃってください。19から24は完全に飛ばしちゃってください。で、本日は、えっと、27ページ、試験科目の基礎。 そちらの方の第3編第1章民法からやっていきます。29ページまでお願いします。これから試験科目の心臓科目となる民法の基本を14個のテーマに分けてやっていきます。民法の基本を14個のテーマに分けてやっていきます。 で、民法ってどんなことが書いてあるのと。っていうと、これね、学問で言うと、さまじいほど難しいんですが、ざっくり私はね、こう思ってます。今ちょっと画面の方に入れました。民法は、ざっくり言うと、契約のルールと家族のルールになってます。契約のルールと家族のルールと思っといていいです。本当は契約って言っちゃいけないんだけどね。 学問的には取引とか言うべきなんですけどね、ちょっとそれでは頭に入らないと思うんでね、契約のルールとさせてもらいましたあのー、コンビニでジュースを買ったら、それ、売買の契約なんです朝起きて、家族におはようって言ったら、家族のルール。別におはようがルールじゃないけどね。民法って適用を受けない日はまずないんじゃないかと。 言うほど頻繁に適応を受けるルールと思ってください。契約のルール、家族のルール。そこに目次がいろいろあるじゃないですか。目次のね、十節までが契約のルールと思って。目次の十節までが契約のルール。そこからが家族のルールと。その後はね、十一からは家族のルールと思ってやってください。 じゃあ、まずは、第一節、契約からいきます。で、特にこの契約、売買というものになってきます。売り買い。売り買いの契約を見ていきます。皆さんがコンビニで物を買うというのも、売り買いの契約になります。どうすると契約っていう状態になるのかってこと。それを見ていこうと思います。ページの方はめくりましょう。 え、関数字1、はじめにとあって、図表というのが2つ並んでますが、上の方は後で使っていきます。下の方の図表、売買契約の成立と、売買契約の効果という図を使っていきます。ちょっと中身に行く前にちょっと手庭の話をさせてください。左側に、売り主、こうって字面使う、こう。で、右に、買い主、おつ、 という字が見つかるでしょうか。で、この、こう、おつというのは、仮名です。仮名こう、おつ、へい、て、そ除になれますから見るだけでいいからね。何言ってるかっていうと、たまにありません、ね、ニュースかなんかで。根元をよく知る A さん。あいつはね、絶対やると思いましたよええー、いつかあか反対すると思いましたと。こんな風になんか、かんかん A さんとか名前出ると思うんですけど、あんなの感じで、法律でも A さん、B さん、C さんで使うこともあるし、 こう、おつ、へい、てい。っていうことを使うこともあるんです。A, B, C, D とか、こう、おつ、へい、てい。というのを使ったりします。まあ、このあたりだんだん慣れてきますので、えー、気になさらずに言って,いてください。な、人だと思ってください。こう、おつ、へい、てい。まあ、人とか土地の名前とかね。に使ったりします。 一のの下の方にもう1個手にお話しなたんですけど平行四辺形見つかりますかねあの平行四辺形があったらあの土地だと思ってください、土地別にあの決まりじゃないんですけどあのこれ以上なんかワードで A を作るのは無理があります、あの平行四辺形あったら土地だと思って聞き流して,ってください。 ということでじゃあこれの話こうオツの売買契約という話を一からやりたいと思います話の方はやりますのでちょっとこちらの方ずっと聞いててください左側をこう右側をオツにしましょう左側をこう右側をオツにしましょうかえまずこちらのこうさん一つ土地を余らしていますああ駅前の土地余ってんだ金が欲しい売りたい、はああって言ってもね売っておも金が払えないやつに売りたくないあいやあのオツあそうなんだあいつマイホームの土地が欲しがってんのかであいつ勤めいいじゃないああいい オツだったら売りたいね。うん。オツだったら売りたい。うん。一方です。そろそろ家を建てたいな。なんかいいとこないかな。まあ、ここ、土地悪いけど、なんだよこれ、日当たり悪いし、もう何もね。うわ、こんなとこ絶対だ。あれ駅前の土地で一個余っあれこれ何も建ってないじゃん。うっそうこんな、完全にカラッカラってる。わ、これなら買いたいわ。4000万ぐらいなら払えるよ。4000万ぐらいで売りたいなと。4000万ぐらいで払えると。 完全に相思相愛の状態です。じゃあどうすればこの二人契約になるのかと。ちょっと関係ない方に行きますよ。太郎、花子は大好きです。花子、太郎が大好きです。さあどうすればお付き合いが始まるでしょう告りいますよね付き合いませんかと。嫌です。何こじゃないか。告げ付き合ってくださいと。いいですよと。これでお付き合いが始まりますね。 ほぼ同じです。絵を見てください。売り主、こう、左側から縦右、横見て。申し込みって字が見すかる？ね。申し込み。もう感覚通りだよ。話を持ちかける。話を持ちかけるんです。4000万で買いませんかと。4000万で買いませんかと。申し込み。話を持ちかけると思ってん。話を持ちかける。 一方、おつからの方、承諾って字が見つかる承諾。もう感覚通りだよ。OK ってことね。OK ってことね。はい。で、そのところぶつかって合致。合致すると、売買契約の成立。合致すると、売買契約になるんだと。 告って OK すれば、うん、お付き合い始まる。申し込んで OK があれば契約になるんだと。ちょっとだけ言わせてください。このガッチっていう字、ちょっとこ、えー、普段使わない字がありますが、このガッチというのは私はこう思ってます。条件面がぴったり合う。条件面がぴったり合う。条件面がぴったり合う。 まあ固い言葉を使ってますけどね、今からい例を言いますので、そうすると、あ、そのその通り、そりゃそうでしょと。って分かりますんで、あんまり今から言う例はガリガリ買わなくていいからね。条件面がぴったりよ。いきますよ。あのさ、おじさん、俺のうち4000万で買わない,いやーだよ合ってませんね。<laughs> おのうち4000万で買わないあ、いいよ !2300 万な。だめですよこれも合ってませんね。合ってませんね。4800万ういやいや、何言ってんだよ。1500度だ。 <laughs> 無理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 。4000。3600。3700。3700! これ合いますよね。これやってるのって交渉あって分かったお互いで金額どうですかっていうふうに交渉し合っていって、どっかで条件面2人で折り合いつけるわけですよ。こんなようなのが合致するっていうようなイメージね。だから本当に皆さんの常識通りと思っていいからね。 はっ、い、この,ガッチの時点で契約になるんですちょっと待ってちょっと待って,ちょっと待って今がっちの時点でて大丈夫ちょっと今画面出すのでまずこれ見るだけしていくよ4000万で買わない4000万でいいですよ契約書を作る金払う どの時点ってこともう一回やりますよ。4000万どうですかあいいっすよ。契約書を作る。金払う。ここだって分かった。ってことで、下の方に「学生契約」って字があるじゃないですか。ちょっとこれ全部読んでみて。 これ二行、三行目にね、契約書の作成は、契約にとっての要素ではない、重大な構成要件、難しい言葉でありますけどね、条件じゃないんです。条件じゃないんです。もうぶっちゃけ言うと、結局、もうちょっと言うとね、ちょっと見てもらっていいここ、いらないんです。ここいらないんです、契約書って。あの、一応聞きたいんですけど、コンビニで物を買うときに、 契約書を作った覚えはありますか俺はないもともと売り買いっていうのは口約束だけで OK なんです。口約束で OK で、契約書は要条件じゃないんですね。これが上から3行目、もう一回言いますよバイバイ。契約書の作成は契約にとっての要素ではないと。要素ではないということね。 いうことで、ね、じゃあちょっとこちらね、画面の方に出しますので、左下か右上かどちらでも結構です。ちょっとね、長くなりますがね、ちょっと今画面に載ってるもんね、書いちゃってみてください。 一方契約書を作るっていうものもあるわけですよちょっとまあ聞き直しててくださいあの口約束で終わりにするとこうなるということ持つまどうかな <laughs> じゃあ切り替えますよえいいけるかな口約束にするとこうなっちゃうってこといきますよ なあ、4322万、2345円で買わないかうん、わかった。4326万、3325円だね。うん、そ八千六8643万、4455円でやと。うん、わかったよ、と。揉めるのわかりますね、後日。<laughs> 後日お互いも、え、もう一個言っていい <laughs> なあ、このチ療ルチコを12円で買わないうん、わかった。チ療ルチコ11円だね。揉めますかね、将来。いや、分かりました。一人でと揉めますよ、1円も円に関してね。揉めるかもしれませんけど、多分これ多分揉めない。契約書作るのって大抵。 高額なな商品なんですね。じゃあんでかっていうと最後3行もう一回見てやって特に最後の1行ね証拠って字見つかる証拠証拠のために作ってるんです証拠のために作ってるんです言った言わないって一番揉めやすいとこなの言った言わないっていうのが。 なんで、一旦言わないの揉め事にならないように証拠で作るんです。だからこそ、あの、トラブルになり、え、なりそうもない安いものっていうのは大体作るないわけですよ。トラブルになりそうもないね、安いものっていうのは作る必要がないんですね。はい。では、先に行く前に、えい。ちょ、っと次に。 ちょっとここに注目したいんです。ここ。もう一回言いますね。いつ契約になるかっていうと、買わないうん、買うよ。ここで契約ね。で、その後になって、お金払うわけ。契約になってから、金払うわけね。 ページの方、31ページのワンポイントっていうのを見ていきます。31ページのワンポイント。学生契約と用物契約。契約の中には、一行時の合致だけでなく、物を引き渡すことも成立なめの要件になっているものがあります。先日した金銭消費対策などもその一例です。 物の引き渡しが、成立の要件になっている契約のことを、要物契約と言います。契約の種類については、こ述します。この、今から2行目見た、金銭消費対策契約。金銭消費対策契約。これは、借金契約のことを言います。借金契約のことを言います。 でね、この借金契約の基本は、お金貸すね、うん、借りるね、お金渡して契約なの。お金貸すね、借りるね、お金渡して成立。借金契約は、お金を貸すね、うん、分かった、借りるね、金渡す、渡して成立。 お金借りたい。うん、貸すよ。渡して成立。でね、こういう契約に名前が付いてます。用物契約って字があったでしょ。でね、左から読むんじゃなくて、右から読んで。右からね。用物契約。物必要。物必要。ってことで用物契約って言うんです。物必要。 一方ね、もう一個、学生契約で違うでしょ学生契約。で、これ、これはね、むしろ左からの。承諾で成立する。承諾で成立する。承諾の脱く成立のせい。承諾で成立する。 承諾で成立するでね、あの契約は、契約は95%学生契約です。契約は95%学生契約です。皆さんが養物契約で受験で見るのは5個ぐらいしかないと思います。5個もないかな非常に今少ないんです。昔はそこそこの数があったんですが、今の民法はほとんどが学生契約になりました。 用物契約は本当に数が少ないです。で、用物契約になったらわーわーわー,ー言ってきますので、それを言わない限りは、承諾したところで契約だと。承諾したところで契約だと。ぜひそう思ってください。承諾で契約だと。 ということで、ほとんどが学生契約、承諾の時点で成立。で、本当に5個ないかなってぐらい、用物契約は今すごく少なくなっています。ということで、え、何を、何をやったかっていうと、どうすれば契約になるかって話をしていて、売るよ、うん、分かった、買うね。ここで契約になっちゃうが基本。売るよ、買うねでなっちゃうのが基本。ただ、すんごい数絞られてるけど、 金貸すね、運借りるよ、金渡して成立金渡して成立がすごくわずかな例だけどあるんだということをやってますはいということでちょっとまあ1時間経っておりませんが少し1時間近くでのですが少し軽く休憩をしてからあと30分ぐらいいきましょうか 最後の最後で今日の復習とかどういうふうにやればいいかまた言いますのでお待ちください。雑談です、えー、これを物と 読んででいたのに気づくでしょうかこれ一般的にこれ、ものって呼びますよねこれ、この字ね。ただこれ、ものって読んじゃうと、これ、ものって呼んじゃうとね、こっちと区分けつかないんですよ、この字と。なので、左をぶつ、右をものって言います。あのね、法律の方は大体いい左側をね、だいもうほとんど、法律やってる人はみんな左側をぶついいって言います、ぶつって。 マックかなんかかな後ろの付け根ね。仏はどうした仏はどうしたと仏はどうしたとひたすら言ってるんですね。もうね、怖かったです一応振り向いたんですね。六歩ありました。<laughs> よかった法律関係者だと。いや、やめだ、それじゃん、それやめ、それやめ、やめ。なんで、あの、仏って言い方を教えてるのはね、そう、反社会的性格がいいな。えっ、ー、と、そういう方とね、あと法律関係者くらいしかあんまりいませんね。はい。じゃあね、左側のページ戻りましょう。30ページに戻ります。 えっと、はじめにのあって、その後図表が二つあるんですが、上の図表、ちょっと見ておきましょう。うれんしこうと、かいしおつが土地の売買契約をする場合、読んでいきますと。こおついずれかの一方は、他方に対し、まず申し込みの意思表示をする。こう、おつさん、この土地を一千万で買いませんかこれに対して他方、申し込みの意思表示を受けた方が、承諾の意思表示をする。うれんしこうから、申し込みの意思表示は、かいんしおつ、買いましょう。このように、 申し込みの思表示と、承諾のの思表示が合致することにより、高塚に売買契約が成立する。今言ったことを文章にしただけね。で、書かなくていいから聞くだけにしよって。今回、たまたま売る,売る方から申し込みをしてるけど、別に買う方から申し込みだってもちろんできるからね。もう一回ね。今、たまたま売る方から買いませんかって言ってますけど、もちろん買う方から売ってくれませんかってことも、もう別に問題なくできますからね。 じゃあ続き。売買契約によって、以下の効果が発生すると。では、これを細かく見ます。丸1。債権と言います。債権債務の発生。債権債務の発生。あともう一個。丸2。所有権移転。 じゃあ、これを一つ一つ行きましょうか。まずね、債権というのは、私はこう思ってます。請求する権利。債権、請求する権利。債権、請求する権利。債務。 応じる義務。応じる義務。で、今から図を使って難しく言うんだけど、結果は当たり前のことを言うからね。当たり前のことを言うから。よいしょ。 ちょっと画面の方を使っていきます。で、私は色をつけますが、皆さん全く色をつけない結構です。場所を示すために色をつけるだけです。よいしょ。ここの今、赤い矢印をこれから説明します。赤いところにね、今、赤で塗った矢印を説明します。これね、こうよく言うんです。いくよ。売り主は、 買い主に代金債権を持つと言ったりします。売り主は買い主に代金債権を持つと表現します。で、最後まで言ってからもう一回いくね。債権っていうのは請求する権利だね。請求する権利。するとこういうことね。いくよ。売り主は買い主に 代金を請求する権利を持つ。売り主は、買い主に代金を請求する権利を持つ。で、一回最後に言いまして。各時間取るからね。もう一回言いますよ。売り主は、買い主に代金を請求する権利を持つ。もう一回全部一回頭が外そう。あの、売ったら、金払いって言えていいよね。売ったら、金払いって言えていいよね。いきますよ。それを難しく言うとこうね。 売り主は買い主に代金債権を持つ。売り主は買い主に代金払えと請求できる。今のように、当たり前のことを法律では権利としてるの。当たり前のことを法律では権利としてるのね。ということでじゃあ、あた、改めてもう一回行きましょう。もし危なければメモっといてください。この赤い矢印ね。売り主は買い主に 代金債権を持つと言ったりします。売り主は飼い主に代金債権を持つ。ごくごく当たり前のことを権利として認めているってことね。ごくごく当たり前のことを権利として認めている。売り主は飼い主に代金債権を持つ。売り、意味は売り主は飼い主に代金を請求できる。当たり前なんですよ。 売り主は関心、代金を請求できる。当たり前のこと言ってるのね。で、言わなかった年が翌年から入りが悪いなと思ったので、あえて言わせてください。言わないとね、入りが悪いってことが分かりました。これね、この債権のこの矢印が来たらね、債権というこう,いう矢印が来たら、 何々しろってイメージ持って。何々しろと。本当は請求って言うべきなんだけどね。ちょっと固く、の平たく言っちゃうとね。何々しろってイメージ持ってほしいの。矢印があったらね。矢印があったら、左の人から右の人に何々しろってイメージね。 そこまい,いかなじゃあ、私もやるけど、自分でもやってみて。今度はね。この、黄色い方ね。黄色い方は、誰が誰にどういう権利を持つというのか。そして、それはどういう意味なのかを言葉に出さなくていいから、自分の頭の中でやってみて。黄色い方ね。 そしてそれがごくごく当たり前のことを言ってるってことを知ってほしいの。いくよ。飼い主は売り主に引き渡し債権を持つ。飼い主は売り主に引き渡し債権を持つ。意味は、飼い主は 売り主に物を引き渡せと請求できる。買い主は売り主に買ったものを渡せと請求できる。平たく言えば、買ったんだから物をよこせと。買ったものをよこせよと。買ったものをよこせよと。それは当たり前で言えることだね。買ったものをよこせよと。買い主は売り主に引き渡し債権を持つ。買った方は売った方に渡すように請求できるんだと。 で、ちょっとこれもう少し深めに行きます。ちょっと当たり前すぎ、あの、やったことある人はごめんなさい。よいしょ。実は、今のこのね、赤い字なんですが、売り主は代金債権を持つっていうのは、裏を返すと、買い主は代金債務を負うと表現できるんです。売り主が代金債権を持つというのは、裏を返すと、買い主は代金債務を負うと言ったりするんです。 じゃあ書いてからにしようか。書いた後もう少し説明するね。 売り主が代金債権を持つ。これ赤い矢印のね。これを、買い、買い主側から見ると、会社代金債務を負うと言います。債務っていうのは、これは応じる義務。応じる義務と言いました。買い主は、代金支払いを応じる義務がある。代金を支払う義務がある。代金支払いに応じる義務がある。 買い主は代金支払いに応じる義務がある。すいません。あの、当たり前のこと言ってるの分かりますかねあの、買った方は金払うんだよね買った方は金払うんだよねただ、それを固く言うとこういうことね。買った方は金払う必要があるよね。それを固く言うとこういうふうなのね。代金債務を負うと。なので、 これね、ちょっと先ほど言ったものをもう少しふくやりながら膨らまするよ。いくよ。いけるちょっと画面の方ね。矢印があって、これを矢印の視点から見れば、何々しろ何々しろっていう権利なのね。一方、これを刺さってる側から見ると、刺さってる側から見ると、義務なの。刺さってる側から見ると義務なの。 これね、今ここ、一本の矢印を、どっちから見るかの言い方のね、どっちから見るか。ここね、代金債権って書いてあるけど、代金債務と書いても間違いではないのね。矢印を、持ってる方から見れば、何々しろっていう権利。矢印が、刺さった側から見ると、 やらなきゃいけない義務。そんな感覚を持ってみて。請求する権利、刺さってる方からは義務。じゃあ今度引き渡し。ちょっと自分でも言ってみて。引き渡しはどういうふうに言えるか。買い主は売り主に引き渡し債権を持つ。これを え、売り主側から言ってみて。買い主は売り主に引き渡し債権を持つ。これは売り主は引き渡し債務を負うだね。売り主は引き渡し債務を負うだね。当たり前だよ。売った方は渡す義務がある。売った方は渡す義務がある。矢印が刺さってる方からは義務。 矢印を持っている方からは権利。っていうことで、債権債務っていうのは、一本の矢印をどっちから見るかの視点の違いにすぎません。なので、別に債権と呼んでも債務と呼んでも間違いじゃないんですよ。っていうことで、同じことを繰り返しますが、分かっている方は、えー、しばらくね、ちょっと待っててください。一本の矢印を持っている方から見れば、権利で債権という。 刺さってる方から見れば、義務となって債務と呼ぶ。ぜひその感覚を抑えておいてください。で、まあこれで講師十何年やってるんですけどね。何年かね、この説明を少し省略するんですよ。で、そうすると、2回目以降からの反応が悪いんです。なので、ね、ちょっとこれくどめにやらないといけないなっていうふうに毎年思ってるんですよ。なんで、ちょっと申し訳ありませんが、お付き合いください。持ってる方から見れば、請求する権利。 刺さっている方から見れば、義務になるってことね。ありがとうございます。では、今度ね、上の図の方に戻ります。売買契約にて以下の効果が発生する。今、丸1の、債権債務の発生とありました。で、もう一個、丸2番。所有権移転って字がありませんか所有権移転。所有権という権利です。所有権という権利。自分のものと主張できる権利。 自分のものと主張できる権利です。詳しい意味はね、3回目に説明します。所有権、自分のものと主張できる権利。では、 すべてての常識だだけで考えてください土地の売り買いをすることにしました売り主買い主がいるとしますはじめその土地俺のもんだと主張するのはどっちでしょうはじめねそれは売る方だよね売る方が自分のものだと主張知らずだねじゃあ買った後は買った方が俺んだって言いますよね図を見てやって次の図表一番下の図表 いくよ。売り主の下、立ててみて。売り主の下、立ててて。売り主が土地に対して所有権っていうのを持ってます。買うことによって、右側、買い主の方に所有権っていうのが移っていきます。これをね、所有権移ると書いてもいいんだけど、法律はなぜか漢字が大好きです。 所有権のっていうのも入れないぐらいを所有権のってじゃあ普通入れない。所有権移転。所有権移ると書いてもいいんだけど、漢字が好きだから、所有権移転と言ったりします。 というところで、これぐらいにいたしまして、この今見た下の図表、下の図表の方に、常識のマーク、下の図表の方に、常識のマークを入れてください。下の方ね。ということで、ちょっとね、一回ざーっと通読した後に、隠して上から宣言してみて。一回ざーっと通読した後に、隠して宣言してみて。 で通読しながらあっと思ったものは見ていいかね。 まずは申し込みをする話を持ちかけてそれに対して承諾をするでそこで条件面がぴったりあれば合致という状態になってそこで契約が成立になる契約書を作っておく必要はないってことですねでそれに何が起きるかっていうと矢印が2本発生する代金という矢印と引き渡しという矢印が発生する矢印を持っている方から見れば代金債権払えという権利刺さってる方からすれば代金債務支払う義務 矢印を持っている方から引き渡し債権、渡すという権利。刺さっている方から見れば引き渡し債務、渡す義務。そしてもう一つは、所有権という自分の思だを主張する権利が、売り主から買い主に移ると。すべて当たり前のことを難しい言葉に置き換えているだけです。ただこの置き換えをちゃんとやらないと、次回以降は難しい言葉で始まっちゃうので、次回以降は難しい言葉で始まっていくので、その言葉は今日ちゃんと勉強していってください。 ということで、本日はここまでです。で、ちょっとここから長いんです、実は。えい。今日から全体構造でどんな復習をしてほしいかを画面に入れました。ちょっとこちらの方を書いておいてください。多分、一番初めのページあたりがいいと思います。えっ、ー、と、目次の前とかね、そのあたりがいいのかもしれません。 で、本日の復習は15ページ以降で結構です。15ページ以降で結構です。そこまでの司法書士の業務とか、試験内容については、まあ、これはまあ別に復習というふうにガッチリやる内容じゃありません。例えば、えっ、ー、と、通ってる方はね、ちょっと今日の帰りの電車の中でバーッと見てもらって終わり。で、それで全然構いませんので、15ページからが勉強内容だと思ってください。で、15ページ以降で、あのね、私がバッテンつけたところ。それはいいからね。バッテンつけた方がいいから。バッテンに行ったところ以外は通読していく。 例えば、私何ページだっけなえー、っと、30ページとかって全部は読んでや、一応読んだかほぼ,ほぼ全部読んだと思いますけど、例えば、前のページとかもね、読んでないとかあるかもしれません。で、読んでる読んでない関係なく、バッテンとつけたものは読まないからね。で、それ以外は読むようにしてください。で、その上で、常識部分を隠して宣言。常識部分は隠して宣言。本日常識部分にしているのは、16ページと30ページ。16ページと30ページ。 この16ページと30ページを必ず隠して宣言する。16ページと30ページは隠して宣言する。で、この2つの作業を今日と明日やってください。今日と明日。でね、講義の日に必ず復習する癖をつけください。講義の日にね。 次の日じゃなくて、講義の日のうちにね、一回やるよう癖つけてください。で、どれぐらいやればいいのかっていうと、通常は3時間。で、今日は量が少ないんで2。今日は量が少ない二で2。 少ないで5回のようにね2時間以上じゃなくて2時間以内ねいないこれね縛りいないと、ね、やりたい,ほどいっぱいやっちゃうんですよこれ今まだね1週間に1回で1回の講義だからできるんですでもこれね1週間に3回でしかも1日 2, 2講義になるとそんな時間かけられないんですよ もともと4時間5時間復習に時間かけちゃうと、4時間5時間かけないとできない体になっちゃうの。全体構図で一番意識してほしいのは、時間を収めて復習するってこと。時間を収めて復習するって癖をつけてほしいの。だから、個人的にはね、ストップウォッチを使ってもいいもらってもいいぐらい。もうね、時間、時間を縛っちゃって、もうすれちゃったら悪いっていうにしてほしいぐらい。急いでやってほしいんですね。 だから本当にせいぜい今日やって1時間今日だって2時間だから、今日やって1時間、明日も本当に1時間1回行かないか。で、そこで絶対見てほしいんです。ってなると、無駄な作業って絶対できないんですよ。言っとかないと毎日出るから言うよ。絶対やっちゃいけないこと2つ。1つ目。まとめノートを作ること。何があってもやらないでください。何かノートを作ることは絶対にやめてください。 何か今回やったことをね、まとめたいってね、なんか別個にノートを作って、それを書き写すって作業は何があってもやめてください。あの、理由が二つあって、で、まず一つは、あのね、やっぱ最後までそれできない。今だったらできるかもしれないけど、最後の講義は絶対できない、それ。なおかつ、まとめといっても、書き写してるだけ。あのね、自己満足度は高いの。満足度は。 あの、今でも覚えてるんですけどね。あの、大学の時に、あの、社会、歴史かな歴史を選択してるとかね、まとめノートを作ったんですね。お、すごいね、このまとめノート。すごいだろこれ縄文式時なだ。これ弥生式時,な,式時な。で、これ建物なんだよ。へえすごいな。で、これのあたりは、覚えたのいや、覚えるの後なんだよ。覚えるのと後。作ることが重要なの。作ることが重要でね。覚えんのた。見て、これ。この、ね、作ることで精一杯になってね、覚えないんですよ。なんで、こういった点でも作ることって全くお勧めできない。 とにかく全部はこのブレイクスルーテキストの方に入れていって。まとめノートを作るのは NG。で、あともう一個。書きながら勉強するのもやめてください。書きながら勉強。で、書くっていう作業は頭に刺激を与えるから一見良いように見えるんですけど、書くってのは時間食われるんです。 もったいないんですよ。でね、どうしても頭に刺激を残したいんだったら、あのね、書くじゃなくて、喋る。喋るは刺激を与えるし、時間もかからない。書くの、書く勉強は絶対最後までできないから、喋るようにしてください。でね、これちなみに喋るとね、結構脳みに刺激が与えるんだけど、 家族には言っておいてね。家族には時々ブツブツ、時たまブツブツ言うけど、言ってないからと。ブツブツ言うけど、気にしないでくれと。でぜひ言ってください。で、もう喋るときはね、ちっちゃいでね、やっぱやっぱやっぱじゃあね、もう普通に、代金債権引き渡し債権みたいな風にね、普通に、普通の声喋った方が頭に刺激が残ります。だってもう声出すんだったら、普通に喋ってください。ちょっとだけ伸びます。ごめんなさい。まあちなみに、 これだけでいいからす、まあ、すぐ終わりますあのぜひこの全体構造の機関で皆さんに意識してほしいのは、まあ、いろいろあるんですけどこの米印のところなんです司法書士になりたい動機づけこれをかなりはっきりさせてほしいんですこの試験はあとでもちゃんと言います あの、別に知的能力はいりません。ちゃんとやるべき作業をやっていれば、ちゃんと受かるようになってます。ただこのやるべき作業が、多く反復がいる。量が多く反復がいるから、もう言いますよ。心が折れるんです。量が多く反復がいるから心が折れるんです。じゃあどんな人が折れるかっていうとね、はじめのね、動機づけが弱いんですよ。はじめの動機づけが弱い人単に資格が欲しいからと。 それぐらいだとね、ポキッといく。でもこれがね、自分は来年には使用書士になって、こういうことをしなきゃいけないんだ。とか、来年使用書士になって、こうなってこう,いこういうことをやりたいんだ。このあたりがね、はっきりしてしたね、折れない。折れないもしくはしなやかになってる。ぜひね、やりたい動機づけをできるだけね、形に残してほしい。 なんかね、書くのが嫌だったら音声でもいいよ。何か形ではっきり残しておくとやっぱり強いです、はい。ということで、まあ、ここまで,でといろんなこと言っちゃいましたが、まあ、最後に補足を、まあ、これはもう見るぐらいで構いませんここは完全に見るだけで構いません。 えと講義の質問制度について最後に説明をして終わりにします、えー、講義後、えー、生クラスの方もちろん構いません構わないというか普通にやって聞いてくださいで、あのー、同時配信クラスの方ですがあの講義が終わって30分後から、えー、と本校から電話で渋谷駅前本校に質問ができるようにしています30分後からですなので、えー、同時配信のクラスの方、えー、質問と相談と何かあれば電話根元電話したいからつなげてくれと言っていただければ本校がつなげるようになっています で、通信クラスの方、申し訳ありません。通信の方には、電話での相談という制度を設けておりますので、その点ご了承ください。で、また、次、丸二番。これ、生クラスの方だけになるんですが、講義前、私、20分前には、教室の方には一回来るようにします。ですので、何かあれば、講義前にすべて、えー、え、解消してください。で、次に、インターネットフォローというのがあります。で、これは生クラス、通信クラスすべて取りません。 インターネットで私に直接メールみたいな形で質問できるようにしています。で、この質問制度については、えっ、ー、と、回答も私にしています。で、できるだけ、一応、ね、レックの規定では1週間以内に返すようになっていますが、今のところ、遅くても次の日には返してます。遅くても次の日には返しています。 なので、ちょっとね、みんなの前で質問ができないとか、質問したら食われそうだとかね、少し怖いという方、もしくはね、あの、同時配信クラス等でね、ちょっと次の講義までぜひ聞きたいというのがあれば、ぜひこの手のものもご活用ください。はい。ということで、お時間の方が来ておりますので、ここまでいたしましょう。何かありましたらぜひ聞いてください。よいしょ。といったところで、以上で、1回目の講義は終了です。あと、 百八十四時間、いや、あと百八十四百八十四回、百八十四回かける三時間です。頑張っていきましょう。本日の講義の方は以上です。お疲れ様でした。